川市は便利になってます。住みやすい街にはどんどんなってますけれども、まあ、それだけでいいのかなっていうところですね。我々事務局という窓口を作りまして、まあ、そこで今みたいな市民の方のお話を受け付け、でその方と面談をしながらその方の思いをしっかりとまずは我々がまあ聞くことから始めていきます。でそれに対して、まあアドバイスというとすごく上からですけれども、一緒に考えていくような感じで、もっとこうしたらいいですよねとか、それは もしかするとこういう人に相談したらいいかもしれないですねとか、何かまあ市でこういう取り組みがあるからそこに話をしてみたらどうですかというような、まあ、少しずつこう背中を押していくようなことをまあ繰り返し行ってきて、まあ、いきなり大きな目標は達成できないので、段階的にまずはこう3ヶ月後ぐらいのここら辺を目指そうよみたいな、そういうチャレンジというものをお互い作りつつですね、その目標をまずは達成していこうというまあ進め方でですね、この1年半人口が増えてて便利になってきてますし、住みやすい街としてはすごい評価を今いただいてますから、それをもう一歩先に進めるためにはやっぱり住んでる人たちがやっぱり、ね、ただこう働きに行って帰ってきて寝るっていう街ではなくて、やっぱり何か自分たちの街のことを考えながらもっとこうなったら良くなるっていうことをいかにこう考えて発信する行動するっていうことができるかどうかっていうのが、実はこれからの窓がすごく大事になってくるんじゃないかなと。はい、初めまして、井上理子と言います。私、町勝中川の方に豆ラボをやりたいというかやってるんだけど、なかなかうまく進まないのでどうしていこうかということで相談させていただいたんですけど、何かしようかなと思った時の困った時に本当に助けていただきました。やっぱり一人で一生懸命やるよりはやっぱりみんなで一生懸命なんかやっていくと、あと少しずつなんですけどやっぱり広がりが大きくなっていくんだなっていうのはやっぱり自分で実感していたけど、今回またお話を聞きながら、あ、広がってるなっていうことをすごく実感したので、人とした人と のコラボが相乗効果を生むんだなっていうところが非常に感心しました。人との自治体だけでやることだけっていうのはもう限界が来ておりますので、複数の自治体とコラボをしながらその持ってる良さをですね活用しながら皆さんにアピールしていく。もし私にできることがありましたら応援させていただきますので、よろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ他の一人で辿り着いた先にこの今日ご紹介する町活アップ中川という事業が、あります。中川市は便利になってます、住みやすい町にはどんどんなってますけれども、まあ、それだけでいいのかな、何かこう市民の方の活力とか、まあ、元気とかですね、もしかするとそういったものがまだ外に向いてしまってるのかもしれない。その方向をですね、何かこう自分たちが住んでる町、自分たちが暮らしている町にしっかりと向けて、まあ人が元気で活発にこう活動していて、まあ、そういう絵がですね、どこに行っても見られるような、そういう街に少しずつ変えていこうよということでスタートしたプロジェクトです。街をなんかゆっくりテクテク歩いたりね、散策したりすることってすごく増えたんですけれども、と歩いていくとですね、見えるんです。面白いことやってる人がたくさんいたりとか、なんかこう街を盛り上げたいと思ってる人、まあそんな種みたいな人たちが探せば結構いるってことに実は気づいたんですね、私も。でもやっぱりそういう人たちって個人では活動してるんだけれども、そのやっぱり情報が周りに飛んでいかなかったり、なかなかこう知られないままで埋もれてしまってるっていう現実もすごくあったんですね。なので頑張ろうとしてる人たちの背中を少しこう押してあげたりとか、こう相談に乗ってこうしたらいいよっていうようなアドバイスをしたりとか、まあ、もちろん行政の役割としてはそういった方々の活動を持続できるような形に何か持っていけることができないかとか、あるいはですね、そういった人たち同士をつなげてみることで何かこう2倍にも3倍にも4倍にもこう力が増えてくるんじゃないかみたいな、まあ、そういう可能性をすごく感じて、何かこれを仕組みとして動かすことができないかというふうに始めたのがこの町活アップ中川の事業だったりもします。この1年半で53のですね、いろんなご相談とか、まあ、これチャレンジシートといって、こう自分でこんなことしてみたいっていうものですね、まあ、作文っていうほどではないんですが、しっかりと思いを書いていただいて、まあ、それを提出していただくっていうところがスタートするんですけれども、多くの市民の方がこうどんどんとこう我々にこう表明してくださって、でその中から具体的なチャレンジ宣言という目標を立てて取り組んでいこうという人たちが、まあ、今22名の方が誕生して、まあ、それぞれがそれぞれの夢であったりとか、自分たちがやりたい街をもっとこうしたいということを一つずつこう進めていってるという今状況にあります。簡単に言うとですね、この1年半、
目が。皆様こんにちは。はい、ただいまより町活報告会、小さな一歩が大きな可能性を生むをスタートしたいと思います。私はこの事業を担当している町活アップ中川事務局の松木と申します。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、今日はね、あいにくの雨の中なんですけれども、わざわざ会場までお越しいただき誠にありがとうございます。そして今日は YouTube でも配信しております。 YouTube の皆さん見えてますかね、聞こえてますか、大丈夫でしょうか。はい、先週に続いての今日の報告会なんですけれども、今日はまちかつアップ中川、これ活力あるまちづくり促進事業なんですけれども、この事業を通じて新たな活動、それから次の一歩を踏み出された10組11名のチャレンジャーの皆さんの取り組みと今後の活動を紹介します。この後チャレンジャーの皆さんが報告があるんですけれども、17時半まで報告があります。そしてそこで一旦この会はお開きとなりますが、その後17時40分から意見交換の場を設けております。お時間のある方はですね、ぜひそちらにもご参加ください。そしてまちかつアップ中川では、将来にわたって活力ある町にするためには、まあ、そういったチャレンジャーの皆さんも大事なんですけど、それを応援する応援の連鎖が生まれてくるってことをとても大切だと思っています。そしてその応援にですね、ぜひともなっていただきたい中川市であるとか春日市の企業様団体様も今日ご参加になっています。7組16名ですかね、どうぞよろしくお願いします。で、皆さんご紹介は後からあると思うんですけど、ちょっと仕掛けがありまして、お札、札があると思うんですけど、ぜひこう見える形でですね、こんな札を上げてみてください。はい、こちらの企業様団体様が今日ご参加になってます。昔のスター誕生日。はい、よろしくお願いいたします。それともう一つですね、皆様のお手元に付箋紙があると思います。こちらの使い方をちょっとご説明いたします。これはですね、今からチャレンジャーの発表を聞いて、これいいねだとか、もっとこうしたら良くなるんじゃないとか、ぜひ一緒になんかやりたいっていう方があったら、ぜひメッセージをですね、その付箋に書いていただきたいんです。はい、一人最低1枚書いていただけると嬉しいです。あ、ペン、ボールペンとか置いてます。後でもまたお持ちしますね。はい、そしてですね、それを途中休憩を1回挟むんですけど、その休憩の時間とか会が終わってからですね、このサイドにずらっと並べているあちらにチャレンジャーの方のパネルがありますので、そちらにペタペタと貼っていただきたいと思ってます。はい、貼ってください。よろしいでしょうか。はい、ぜひお願いします。では早速始めたいと思います。でこれからは町活コーディネーターの紀藤亮太にお願いしたいと思います。紀藤さん、よろしくです。よろしくです。はい、皆さんこんにちは。町活アップ中川の今日は報告会ということで、ちょっと長い時間なんですけどお付き合いいただきたいと思います。先ほどお話したように配信もやってますので、実は今日はちょっとこの会場は人数制限がございまして、1階にパブリックビューイングの会場も設けて、ここに入れない人はまた下で見ていただくとか、あとはその YouTube でご自宅とかからも見れるようにしておりますので、あんまり厳しいこと言い過ぎないようによろしくお願いします。はい、でこの町活アップ中川の事業はですね、大体皆さんイメージしていただいているかなと思うんですけど、今日このお配りさせていただいてます報告書にですね、たくさんのチャレンジャーの皆さんの素敵な笑顔とその活動内容が報告されてます。今日はそれをちょっと全員ではもちろんないんですけれども、ここの前でご披露いただく形になります。で、一番最後に終わりにみたいな形で書いてますけれども、これ中川市の地図が載ってますけど、まだ中川は今人口が増えて町から市になって非常に元気がいい町と言われますけれども、まだまだ
まあ、こう住んで日の浅い方とかですね、ずっとこう中川がね、よくてって住んでる人もまだまだこう少ないところもあって、まあ、我々はこう住む町から暮らす町にもっともっとレベルアップしていこうという話をしています。でこの絵にあるように、まあ、こう町の温度みたいなもの、町の熱量みたいなものをですね、この事業を通して上げれないかなと。で熱量を上げていくためには何かまずは一つその、ね、熱源となるような、熱い人たちをピックアップしてる、探し出してきて、そういう人たちをみんなで応援しながらその熱量を少しずつ上げていく。でこの絵の中で少しずつこう光が輝いてますけれども、そういったものがこの中川市の中で一人一人がこうつながっていって、でまたさらに新しい人がチャレンジを始めてっていうふうにやっていくと、まあ、きっと、まあ、外から見てもですね、魅力的な中川、それを PR できるような中川になるんじゃないかということで、まだ今日の段階では一人一人の活動は小さな一歩ですけれども、それがこの街の大きな可能性を生むんじゃないかという思いで始めたこの事業です。で約 2カ年ですね、まあ、大体1年半ちょっとですけれども、取り組んできた今日はですね、その成果をこの場で披露していただいて、で前の方にですね、決して審査員ではないんで、厳しい顔で見ないでください、温かい顔で見ていただきたいんですけど、まあ、企業の方あるいは団体の方で、特に今日は隣の春日市からも来ていただいてますけれども、まあ、春日市の方が手を挙げるとなんか中の人を連れて行かれちゃうみたいな感じもありますけど、そんなことないです。春日市と中川市仲良くやっていきたいなと思ってますので、ちょっとそれぞれのご紹介はまた手を挙げていただいたところにも簡単にさせていただきますけれども、まあ、お一人ずつ大体まあ5、6分、6、7分ぐらい一緒にお話をして、で、まあ、興味のある方はぜひ手を挙げて、その後手を挙げていただいて、でご質問をしていただいたりとか、あるいはなんか一緒にこんなこと取り組んでみたいみたいな、そういう話をですね、まあ、盛り上げていただければと思ってますので、まあ、積極参加、普段より5割増しぐらいのテンションで皆さんお願いできればと思っております。はい、ということで今日は僕あんまり喋ってはいけないので、この後はですね、順次、こういうふうにチャレンジャーの人たちがここに前に出てきて、いろいろとお話をしていきますので、まあ、皆さん心の準備はよろしいでしょうか。おーということで、はい、たくさん手が上がったので、じゃあ入っていきましょうか。最初はですね、トップバッター、さっきめちゃめちゃ緊張してるって言ってた人がどこにいるかな。あー、そこにいた、ごめんなさい。じゃあチャレンジャーナンバーワンはですね、枝吉えりこさん、えりこポリタン、どうぞ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 、マイク持っていただいて、もう立ってお話しましょうね。じゃあ 前の方でね、いいですか。はい、枝吉えりこさん、ページ数は何ページかな、はい、マイク入ってるかな、真ん中ぐらいだね。こんなタイムロスをしている、ごめんなさい。何ページ ?18ページをお開きください。すいません、チャレンジャー12番枝吉えりこ、えりこポリタン、はい、はい、チャレンジ宣言は何ですか。はい、家の、お家の思い出を形にする、これピースオブハウスっていうのもちょっと自分で名付けたんですけど、まあ、お家の一部とかお家のかけらっていう意味ですね、うん、はい、エリコポリタンはもともとどんな人、はい、ドキドキする、すいませんね、生放送ですね。はい、エリコポリタンはもともと何をしている人なんですか。もともとずっと洋服を作ったりする専門学校を卒業しまして、ものづくりっていうのはすごく好きでずっとやってたんですけれど、ちょっと子供が生まれてから、中川よかとこ発見隊っていうのに、うん、よかとこ発見隊に、はい、っていうのに応募させていただいて、そこで中川市の木材を使ってちょっと物を作るっていうことをきっかけにして、木材とかそういう魅力にハマりまして、はい、それからDIY に関する資格も取りまして、今まあ、木工のワークショップとか DIY の相談とかそういった活動を今やっております。すごいんですよ、 DIY 女子なんですね。これ皆さん冊子の写真出てますけど例えばどんなことができるんですか。例えばもう本当によく何が DIY なのっていうふうに言われるんですけど、100均にあるようなちょっと小さいものをリメイクするのも DIY になりますし、それこそなんかお家のちょっと何ですかね、ちょっと壁を一つ塗ってみるとか、なんか棚を作ってみるとか、もうそういったのも DIY に。
なりますね。そういったのも、はい、やってます。町活に最初相談いただいた時からも結構いろいろとイベントやられたりですね、最近はインスタとかでこう配信をされててすごい活発だったんですけど、まあそれを少しこうもうちょっとこうワンラックね上の活動にしたいという思いとか、っていうので相談いただいたんですけど、やっぱこうコロナにやっぱり我々こうねちょうど1年前ぐらいからなってイベントとかがやっぱどんどんとキャンセルになった時代がありますよね。そうですね。っていうか、できなくなっちゃって。ですよね。その時に、はい、でもエリコポリタンなんかだいぶ工夫してやってたでしょ。あ、見てました。見てた。みんなに教えてあげて。いや、もう本当にほとんどその対面の、ワークショップだったりで活動してたので、そういうことが一切できなくなったので、もう本当、まあ皆さん使われてると思うんですけど、ズームっていうのを初めて使いまして、それこそ福岡県内とか県外の方に今オンラインでワークショップを教えたりとか、あとはそのゼロから始める DIY スタート講座というのもちょっと始めまして、作ることだけじゃなくてその DIY をするためにまず何をしたらいいかとか、ちょっと座学というんですかね、そういう部分も今ちょっとオンラインで、はい、やっております。で、彼女すごいのはなかなかそうやって活動ができないときに2つも資格を取っちゃったんですよ。何の資格ですか？皆さんご存知ないと思うんですけど、DIY 工作アドバイザーっていう資格と、工作アドバイザーっていうのがあるんだ。はい、はい、それと日曜大工士っていう資格がありまして、すごくないですか？DIY で資格取っちゃって検索したら、あるのかなってあったら、ありまして、はい、それを取りました。取ったよね。はい、そうで、その流れで実はこのピースオブハウスっていう取り組みを今回一緒に考えてきたんですけど、ちょっと写真があるでしょ、はいはい、見せましょうか。簡単に言うと、お家をね、古くなったお家を解体したりするじゃないですか。でその時にやっぱり例えば天井にあるこう飾り物とか、なんかこう柱にあるものとかね、なんかそういうのがすごい、まあ懐かしさがあったりとか思い出がたくさん詰まっているので、それを残しながら作品にしていこうということをやってます。和室の欄間っていう、結構築150年のお家についてた和室の欄間だったんですけど、これをちょっとリメイクして、すいません、もう実物はちょっとご本人に渡しちゃったんでないんですけど、どこだったんだろう、ここだ、あ、これですね。ちょっとこういったちょっとなんか飾れるものにしてほしいということで、これを作りました。はい。でコロナでちょっとなかなかお相手の方がご高齢っていうのもあってお渡しできなかったんですけれど、やっとちょっと去年お渡しができて、はい、玄関に飾ってくれてたんですごい嬉しかったです。というこのピースオブハウスというのはそういう取り組みですよね。マイクをよかったら、はい、で、まあ、これはどういう思いからスタートしたんでしょう。もともと私 その実家が築35年のもう宗像の方にある実家だったんですけれど、ちょっと私の祖父母が高齢になって、その大牟田の方にちょっとうちの両親が行かないといけないってことになって、私 その宗像の実家を手放さないといけなくなっちゃって、でその時にもう何もせずそのままもう不動産の方にちょっと渡してしまったんですけど、まあ後々になって、まあ、私も生まれ育ったお家で、まあ何もその手元にお家のその思い出がある残ってなくて、あ、なんかあの時その壁の一つだったり何か思い出のそのお家のものを持って帰ったらよかったなっていうちょっと思いがあって、それからそのこのピースオブハウスというので、お家のそのなんか思い出を形を変えて、まあ手元に残すっていうのをちょっと思いついて町活の方に、はい、相談させていただきました。一応何件か不動産屋さんだとか、まあ家を建てたり壊したりするようなね工務店さんとかそういうところにお話をしに行って、まあもしそういう機会があったら、そういうまあね顧客の方というか方がいらっしゃったらちょっとこう紹介してくださいねっていう形で今仕組みを作ってるんですけど、まだちょっとね正式な申し込みまではさ、そうですね、まだお知り合いから今ちょっと始めてる状態ですね。最初は私の親戚で、はい、あとは今知り合いとかから進めている、そうですね、はい、状態です。でも今日はですね、はい、いろいろとその活動されている方、会社には企業の方もいらっしゃるので、どんなことをこう聞いてみたり、どんなことを一緒にやってみたいなみたいな、少し PR をしていただければと、最後に。そうですね、やっぱりその自分で全てその企画して、何ですかね、
もう広報とかも自分でやって、その個人でやってるとやっぱすごく限界があってですね、なんか面白いこととかこう思いついてもやっぱりこうなんか個人だと限界があるんですね。なので今日いらっしゃってる方々にそういう部分とか何かこう面白いものを企画して一緒に作って、まあ、宣伝して、でこう何かなんですかね、こういう時にちょっと盛り上がるようなイベントも、アイデアは結構あるんですけど、それをこうね個人だとちょっと難しいので、お手伝いパートナーを探していただけたらと思って、はい、今日お話しさせていただきました。じゃあありがとうございます。それではですね、第1回目ですので僕もどんな風になるかわからないんですけど、札を持っていただいて、今の枝吉えりこさん、えりこポリタンにちょっと興味持ったって人、もう最初みんなあげちゃうんじゃない、もしかしたら。ああ上がった上がった、優しい、優しい、上がりました、ありがとうございます。じゃあ どから聞いてみたい、どれから聞いてみたい、面白いでしょう。でもまあ、もう、まずいつもお世話になっている三浦小保手さんはちょっといろいろね一緒にやられてたりもするので、これマイク渡すのかな、僕が。すいません、じゃあマイクを、じゃあまず一番前で挙げていただいた三浦工務店さん、三浦工務店さんは中川市の不入道というところで、まあ住宅のリフォームとか、いろいろ改築とかですね、そういうものをまあメインにやられている、今日は社長の三浦さん来ていただいてますんで、じゃあお願いします。あ、すいません、いいですかね、はい、三浦工務店、三浦です、よろしくお願いします。今ちょっとお話聞いてて、まあ、先ほど言われたように少しお話とか今まで聞かさせてもらってました。でピースオブハウス、まあ、本当に素晴らしい企画だなと思っていつも、まあ、聞いておりました。まあ、その点でも、まあ、うちのお客様の方でそういう話があったときは一緒に、何かできたらなとは、すごく、思います。それとですね、先ほど言われたの DIY アドバイザーだったり、日曜大工士、はい、日曜大工士これもすごくいいなと思って、うちもですね、少しこの冊子の方にも載させてもらってるんですけど、レンタル工房 DIY 教室、ちょっと何ページかすいません、忘れちゃったけど、10ページですかね、10ページのですねチャレンジスポット2のところに、記載があります。まあ、こういうことちょっとやってるんですけれど、こうぜひちょっと枝吉さんと一緒に何かこう企画してなんか進めていけたらなと思いますので、ぜひちょっとコラボさせていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。作詞三浦工務店さん、ちょうど私も何回かお伺いしたことあるんですけど、この写真にあるようなちょっと広めの、まあ、いわゆる普段は大工さんとかが作業されている工房があって、それを実はぜひ、まあ、公開というか市民の方にも使えるようなレンタルスペースとしたいと今相談を同時にいただいてまして、ってことはエリコポリタンがここの場所の専属プロデューサーみたいになるってことでよろしいですか。そうですね、お、ありがとうございます。専属プロデューサーになりました、はい、じゃあ今から行くとエリコポリタンプロデュースのいろんなプログラムがそこで展開されていく、素晴らしい、何かもともと仕込んでたかのような展開、ありがとうございます。じゃあ他、すいません、挙げていただいた方どなたかいらっしゃいますか。じゃあちょっと後ろの、じゃあネクステップさん聞いてみましょうか。じゃあお願いします。じゃあお願いします。ネクステップさんも本当一番ここから近いですけど、そこで、不動産の仕事されております、お願いします。ネクステップの西と申します。今のお話聞かせていただいてですね、大変共感する場面がこう今までも多々ありました。中古の住宅をですね、まあ、お売りになるということでご相談が始まってですね、何回かですねやっぱりやめますっていうことがありました。やっぱり思い入れがあるからですね、当のご本人が辞めたい、でもご家族はいや恨んでいかんでしょうという話になって、結局は売る形にはなるんですけれども、その時にやっぱりこう後ろ髪引かれるような思いの方がですねいっぱいおられました。まあ、こういうそういう時に、まあ、この活動の、まあ、さっきの、作られた欄間とかですね、本当に築80年とかあってくるとこれもう美術品だなっていうのが本当にいっぱいありましてですね、でそのことに話を触れると、やっぱり家主さんがそれについてお話を語ってくれたりとかしまして、
でもまあ古くなってくると結局解体っていうものが出てきましてですね、うん、私もあのこれが最後なのでちょっとよく見とってくださいとか何回かご案内したこともありますし、もう解体の日はもう見に行かないでくださいということもお伝えしたことも何度もあります。なのでこうやって少しちっちゃいものになってですね、形になって、そして手放した方が施設に方も多いんですけども、まあ、施設のなんかですね、お部屋の横にもあったらいい雰囲気だなというふうにちょっとイメージが湧きましたので、本当にいいなというふうに思いました。ありがとうございます。ぜひそういうチャンスがあればご紹介いただいてよろしくお願いします。ちょっと もう一つぐらい後ろの中野島公園の手を挙げた高取さん、挙げてた、何気なくちょっとご感想だけでもお願いします。あ、マイクをボーボル会の高取と申しますが、ボーボル会で預かっている移住促進事業をやってるんですね、あそこの住み付けというところで。で、今お話聞いとったら僕初めて聞いたんですよ、はい、で、これは僕らが一番初めに手掛けた活性化協議とよう似とるなと思ったんですけども、やっぱり情報発信が大事じゃないかな、うん、でメモしたんですけど移住促進でね、やっぱりこれからどん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 古い家とか出てきそうなんですよ。で、うち の, 女性2人頑張ってるんですけども、隅から隅までよく南畑の状況とか知ってるんで、ぜひ私どものところに取り上げていただけたらですね、情報発信できるんじゃないかな、まあ、そういうふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあもうすぐ行ってください、住みつけってとこに行ってください。すぐ行きます。すぐ行ってください。明日行きます。ありがとうございます。じゃああと多数上がってたんですけど、ちょっとごめんなさい、 お時間の関係もありますので、これ全部終わった間にちょっと10分休憩もありますし、終わった後にまた飯交換会といいますか、時間設けておりますので、またその時にちょっといろいろお話をしていただければと思います。それと不全紙にもし書いていただいた方はまた後でこの枝吉さんのところに貼っていただければと思います。じゃあ枝吉ゆり子さん、トップバッターどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。みんなで応援しましょう。はい、それでは、次、あ、もう控えております、岩田由美さんでございます。じゃあ皆さん拍手でお迎えください。ページは17ページ、今の枝吉さんの隣のページになりますね。まあ、なんかこう華やかな女性がどんどん続いていきますけれども、はい、岩田由美さん、チャレンジ名は何ですか。あ、マイクを持とうチャレンジ名は何ですか。チャレンジ名どういうことですかね。ここに書いてある、あ、デザイン筆文字ですかね、はい、スキルを生かして街を元気に、はい、ということです。じゃあもう先に作品を見せちゃおうか。あ、なるほど。じゃあ僕は持っときます、はい、こういう作品を作ってます。じゃーん、これはこれ何、どういうあれなんですか。これはお子さんだったりご家族のお名前を、筆を私やってるんですが、それをポップに部屋お家だったり贈り物として、世界に一つだけのものとして贈りませんかっていう活動をしております。これちょっと、はい、まあ後でもう一回じゃあ他のも見てみましょうか。お、違う、またちょっと雰囲気を変えて、結婚式用にご両親に贈るものだったりだとか、あと還暦とか、はい、そういうイベントごとにも、お祝いごとに贈るっていう、いろいろちょっとお名前に関するお仕事これはをしてます。これ、はい、どういうこと、キユ、これ何、これ、あ、正幸さんっていう、お父さんに還暦祝いとしてっていうポエムになってるんですね。そうですね、これ全部正幸を、はい、頭文字にしてお書きしてるって感じですね。なるほどなるほど、はい、なるほど。他にもありますか。 あとはちょっとポップな、ポップな、ポップというかシップですね。ちょっとお部屋に飾ってインテリアとしてどうですかって英語で、これも岩田さん書かれてるんですね。あ、はい、これは書いて印刷してちょっとおしゃれに飾ってほしいなっていう。なるほど、こういう作品作りをされている、はい、じゃあちょっとそのお名前の最初のやつを少し、はい、で岩田さんはそもそも中川に住んでどのくらい。住んでもう6年ぐらいですかね。はい、それ、まあ、ご結婚される前にお仕事でされてたんですっけ。そうですね、もともと職種というか、まあ、会社員として、デザイン会社に、パッケージデザイナーとして働いてまして、うんうん、その時に商品パッケージの、まあ、こういうふうにお酒のロゴ書いたりだとか商品の焼きのりとか、まあ、そういう文字を書くお仕事も同時にしてまして、うんうんうん、そこでデザイン筆文字っていうのを一
回学んだんですよね、学校に行って。で並びながら、デザイン会社でもしながらっていう風にやってた時に、やっぱ筆文字のやっぱり需要がすごいなと思いまして、ちょっとフリーとしてもっとやってみたいなと思ってフリーになりまして、でそういう時にそのデザインとはまた別でこういうお子さんのお名前を書くっていう機会がちょっとやってきまして、そこからちょっと突き詰めていったって感じになります。これもお子さんの名前が頭文字になっているポエムが、そうですね、これは、その一人一人に対して考える、そうですね、岩田さんの方で考えるんですか。そうですね、ポエムはやっぱりこういう長文を考えるっていうのはオーダーされるとき難しいので、まあ、お好きな色だったりとか、やっぱお子さんにとって好きな色っていうのがあったりするので、まあ、そういうのをお聞きして、じゃあこういうポエムしようかなっていう前向きになってもらえるようなポエムを私が一人一人に世界に一つだけっていうことを考えながら、お書きしてるっていうような感じなので、はい、いや岩田さんもやっぱコロナになってやっぱりなかなかね、そうやって実際に例えばイベントに出展してそこで実際に名前を書いてあげたりとかそういうことやってたんですけど、それができなくなって、そうですね、でもすごいよねインスタすごいんですよインスタが、はい、どのぐらいすごいんですか。どのぐらいすごいっていうかですね、やっぱりそのコロナの時に予定してたイベントがほとんどなくなってしまって、でやっぱこれって対面でするのがすごく良かったんですよね。目の前でこういうお子さんだとかこういう色が好きだとかっていうのを聞きながらやるのが良かったんですけど、そういうのが手段が立てられてしまって、インスタグラムでオンラインで、ライブとして、まあ、遠方の方とかでも見れるように設置して、こういうのを書き始めました、うん、はい、そうで結構あれでしょう、申し込みが多いみたいですねそうですね、これ毎週開催してるイベントをしてまして、1回の応募者数が今200名弱ぐらいの方たちが毎回メールで送ってくださって、そこから先着9名っていうふうに限らせていただいてるって感じです。ぜひインスタも覗いていただければなんていうあれで調べれば出るんですか。ハッピー文字アンダーバーあゆあゆっていうふうに調べていただいたら分かるので、後からぜひ皆さん名刺をお配りしたいなと思いますのでよろしくお願いしますじゃあ今日来てる前の方に座ってる方にちょっとどんなことをこう聞いてみたり望んでみたりしたいですか。やっぱりお子さんのお名前だったりおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、そういうお祝いごとに贈るものとして、うん、まあ、選んでいただきたいなっていうのがあるので、例えばそういうお母さんとか、まあ、が集まるイベントの開催の時に呼んでいただくとか、まあ、なんかお孫さんに送りたいというおばあちゃんおじいちゃんたちに向けて、まあ、そういう各場を設けていただいたりとか、そういうなんかイベントとか人が集まる時に、まあ、これも一緒に目的にしてもらえたらいいなと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと手も疲れてきたんで、はい、いいですか持ってもらってあそこにマイクスタンドがあるの使っちゃいけないのそう思った俺はい、ということで岩田あゆみさんもこういう素敵な作品をもう実はね、最初はお会いした時はまだやり始めるぐらいの時だったんですけど、見る見るうちに、まあ、今もう授業みたいになってるんですけど、それと一回我々も体験したんですけど、教えていただくこともできます。こういう字の書き方とか、そういう先生のことも一回やってみたりもしましたよね。はい、はい、ということでこの、まあ、岩田あゆみさん、ハッピー文字の、筆文字のデザイナー岩田あゆみさんのことをちょっと気になって話聞いてみたいと思った人、じゃーん、お、上がりました上がりました上がりましたよ。ありがとうございます。お、どうですかどうですか、じゃあ どこに聞いてみようかな。ああそういいよ、はい、もういいよ、どん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 いいよ。中之島公園さんお願いします中之島公園の寺井と申します。先ほどのキーワードの中に、まあ、ご家族連れとか小さなお子様のお持ちの方が多く集まるところっていうところでちょっとピンときまして、中之島公園といえば川遊びで、たくさん夏はですね、小さなお子様連れがたくさんいらっしゃるので、そういった時期に合わせて、まあ、イベントと開催した時に出展という形とか、あと、まあ、色彩館という、まあ、レンタルスペースがあるんですけども、そちらでイベントを開催されたりするとすごく反響があるのかなと思ったので、ぜひぜひ中之島公園でイベントをしてほしいなと思いました。ありがとうございます。お、素晴らしい、ありがとうございますじゃあどうしようかな、ミリカローデン中川さんも手を挙げてました、はい、ミリカローデン中川の森重と申します
ちょっとお顔を拝見するのはお久し、はい、あの初めてですけれども、はい、以前からちょっとお話をさせていただいてたんですけれども、あのメディカローテンは、まあ、あのお部屋を貸すこともできますし、イベントもございますので、あの両方あのいろんな形で、していただくことができるんじゃないかと思っています。やっぱりあのもうちょっと人が集まってくることができるようになれば、やっぱ自分が書いてみるっていう体験もあの特にメディカローデンではやっていただきたいなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。商工会様挙げておられました、はい、ちょっとじゃあ一言だけ商工会さんお願いします。はい、中和市商工会青年部の、部長を接かっております、あの城と申します。先ほどの活動を聞かせていただいたんですけれども、私たち商工会はですね、やっぱあの様々な業種とかあの業者 の、 あの集合体ですので、どのようなか、まあ、形で関わっていただいて、その活動を応援してする、サポートするというような形になるとは思いますけれども、一度お話をもっと詳しく、うん、聞かせていただいて、活動のサポートをして いけたらなと、思っております。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当になんかアイドルスカウトしてる人みたいなありがとうございます。じゃあぜひ商工会さんの方にも、はい、それとあとブドの庭さんもね、一回ね、はい、そこでイベントもされてますんでね、はい、はい、じゃあすいません、じゃあ岩田あゆみさんでした。ぜひぜひよろしくお願いします。みんなで応援してください。ありがとうございます。2番手いろいろ緊張しましたけどね、ありがとうございます。じゃあ続きましてですね、田中さん、田中由紀子さんと江口彩さん、お二人なんですが、今日はちょっと事情があって、嬉しい事情があってお一人ですけど ね、 そうですね。あとページはですね、19ページ、もう次のページ、はい、ちょうど見開きになっているところでございます。じゃあ田中さん、はい、まずまず、田中さんは何者なんですか？私は、高校受験の時に中川の片縄に引っ越してきまして、その時はもう全く地元に仲良くなる人はいなくて。あ、そうなんですね。そうなんです。そうかそうか。そして結婚して福岡を離れ山口に住み、また久留米に戻り、北上して今は大野城に住んでいるわけですが、でもあの子育ても一段落して、うん、両親も見送り、でそこでこの中川の熱い盛り上がりに何とか参加したいと思いぜひあの仲間になりたいと思ったところに、このまちかつアップ事業がありましたので、はいはいはい、相談させていただきました。ありがとうございます。であのこう、19ページ見ていただくと分かるんだけど、田中さんは、ローズ、バラの、活動というかいろんな、取り組みをされてますけど、ちょっと簡単に紹介をしていただければ。はい、そうですね、私の、バラとの出会いっていうのがですね、ちょうどの両親の介護がもうダブルでかかってきまして、あの子供も小さく息子2人の子育てと介護で、うんうん、もう何もかも捨てて1人になりたいとまで思ってしまったんですね。でその時にあの花店で一輪のバラに会い、その香りと美しさに胸を打たれまして、大野城の庭に植え、でもあの全然余裕がなかったので、もう虫食いだらけのボロボロだったんですけど、それはそれはの綺麗な花を咲かせてくれまして、その香りと花の美しさに心を救われまして、介護も育児も前向きに進むことができました。で今中川の刀の方にご実家が、もともとのご実家があり、ちょっと今は空き家というか誰も住んでない状態なんですね、はいはい、まあ、そのバラの、商品としては、エッセンシャルとか、ローズのお茶、ローズティーとかね、はい、そういった商品を、作られたりしてます。それと、ご自宅の家が空いているのでそこの活用ができないかっていう相談だったんですね。でそこにですね、この横に映ってます江口さん、江口さん見てますか実はですね、江口さん今日来れてないのは、昨日ご出産されて2人目の娘さんなのかな、2人目のお子様が誕生したばかり、ちょっと来れなくなってしまいました。でもめでたいお報告でありがとうございます、はい、であの江口さんはちょっと紹介させていただきます。
ただくと、中川に、まあ、数年前ですね、多分あのご結婚されてこう住まわれてる感じ でヨガのインストラクターをそもそもされてました。でヨガは特にこの写真にあるようにこうお子様が小さいお母様向けにですね、あの産後ヨガとか、まあ、そういう若い女性の方向けのヨガ教室とかを、まあ、メインでされていた方で、あとやっぱりコロナでですね、あの教室とかがなかなか開けない、まあ、こういうオープンな場所だとなかなか難しいとか、でもちろんインターネットで、なんか配信とかもしてたんですけど、なかなか難しかった折にですね、まあ、田中さんと偶然お会いされて、で一緒に何か組むことができないかということで、田中さんのこのバラの商品を楽しみながら、この江口さんの教えるヨガ教室をやる、それが、場所はすごいね、まあ、そんなに広くはないんですけどご実家の、はい、まあ、ちょっと囲われた場所なんで、はい、まあ、少人数でできるということで、まあ、ご実家でやったという、はい、いかがでしたイベントをやった時。そうですね、ちょうどあの去年コロナで普段のヨガを習われている方もスポーツクラブに行きにくくなった、とても楽しめる雰囲気ではない、そういった時に私たちのごくごく少人数で安心している場所でのヨガを見つけて本当に良かったと思われて、まあ、去年は8月から12月まで開催全5回やったんですが、もう毎回リピートしてくださ、それもあの久留米から通ってくださる女性もいて、あの子育てで本当に毎日24時間子どもと1対1で過ごされてあったり、お勤めもしながら家族のお世話をしながらもなんていうんですか、リラックスできないっていう方にすごく喜んでいただけました。なるほど、ありがとうございます。で今日はまあお二人、ここにも江口さんいらっしゃるんで、お二人からちょっと皆様にと、私がちょっとピンと思うのは、まあ、ヨガって普通の、まあ、江口さんだけだとヨガ教室だったんですけど、そこにそのバラの香りがするエッセンシャルだとか、終わった後に飲むローズティーみたいなものが加わって、すごくこうなんていうのかな、質の高いというかね、品のある、まあ、もともと品もあったでしょうけど、あのさらにより良くなったその相乗効果みたいなものがそのバラの力にあると思うので、なんかバラっていうものとちょっとコラボしてみたいなみたいなのが一つあるかなと。それと江口さんからちょっと今日メールをいただいてまして、もうすでに次のチャレンジを考えておられまして、もう赤ちゃん産んだばっかりなのにで、ですね、まあ、引き続き女性のためのヨガ教室やりたいというのもあるんですけど、青空の下でパークヨガみたいなことやってみたいとか、あとは企業様とか会社員の方向けになんかそういう、まあ、福利厚生的な部分でのリフレッシュヨガみたいなものもやりたいというふうにおっしゃっていますので、まあ、そういうところはなんかここら辺が強そうな気がしますけど、まあ、そういうご希望を持っておられますというところで、まあ、今の田中さんと、まあ、江口さんですね、江口さんのお二人に対してちょっと興味があって、こんなことを聞いてみたい、相談してみたいっていう方が上がりますかね。じゃあいたらどうぞお願いします。上がっております、上がっております、上がっております、ありがとうございます。じゃあですね、じゃあ後ろの、あ、杉浦忍さん、あの今日はあの男女共同参画センター、県の事業ですけど、そのアスバルの方からですね、今日は杉浦忍として参加していただいております。お願いします。マイクが入ってないかな、マイクが入ってないから、自分が大きいのでそのはい、アスバルではですね、あの地域で活躍している人たちをつなぐ大交流会というのをしておりまして、あのその大交流会にぜひ参加していただいて、あのそういう思いをつないでいただきたいなというふうに思いました。ありがとうございます。お待ちしております。そういうなんかこう同じようなことされてる方がいっぱい集まる、はい、この前2月の28日に地域で活動する人たちを集めてオンラインで交流会をしたんですね、うんうん、そこであの女性たちたくさんいらっしゃる、まあ、男性も大丈夫なんですけども、で人と人をつないだり地域と地域をつないでいきたいというふうに思っておりますので、ぜひそちらにも参加していただいて、はい、アピールしていただきたいなと思います。ありがとうございます。女性が元気になると思いますので、はい、場所は春日の方ですよね、はい、クローバープラザ、はい、JR のそばです、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこちら あの同じ春日の方いらっしゃるブドウの庭さんも手が挙がっております。あ、中野さんありがとうございます。春日にあります元スク保育所の跡を活用させてもらっています、町づくり支援センターブドウの庭
の、長野と申します。ちょうどあのバラの話がこう出ましたのでですね、実は2年前からあの、そのブドウの庭の方ではですね、広いお庭があるので、そこを、将来あのオープンガーデンをあの計画をしたいと思ってまして、2年前ぐらいから本格的にバラをですね、あの、植えておりましてですね、今25本か30本近くになったと、ツルバラとそれから普通 の、 あのフロリバンダとか、たくさんの種類をですね、その種類も あのたくさんありますので、まあ、よろしければその今年多分立派なバラがつくんじゃないかなというふうに思っておりますので、はい、よろしければそれをあの、まあ、あの見ていただいて、はい、利用していただいて、なんか、まあ、その、バラのイベント等をですね、はい、されればというふうに思っておりますので、お誘いしたいと思っています。ぜひお伺いいたします。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後、三浦工務店さんもちょっと上がってましたんで、お願いできますか。すいません、三浦です、よろしくお願いします。あの、まあ、お話聞いてて、まあ、バラの香りとかでの癒し、そしてヨガでの、まあ、リラックスというか、そういったものってですね、あのすごく僕あの興味あってですね、その途中で、まあ、福利厚生だとか、で言われててすごくいいなと思ったんですけれど、まあ、結構女性に特化してというか、でも今回もですね、はい、奥様が参加されるなんて僕は言っちゃいけないよっていうご意見もあって、もパートナーさんでのご参加 も、 男性でも出る、ね、ウェルカムだし、本当にあの今も男性女性関わらずも疲れてある方がすごく多くて、実はあの奥様が買って帰られた、今日スプレー持ってるんですけど、シュッて拭いてください、シュッて拭いてください。もうなんて言うんですか、 ご主人の方がもうこれを離さないで、もうご主人が帰るとこれを香ってクンクンして、なんかもうちょっとこれ触ってみてください。男性の方がすごく、男性も女性関わらず、もうバラの香りはすごく癒すだけでなく、こう感情を立て直すっていうんですかね、もうその性別とか関係なく、もう今の時代に必要な、その花だからイコール男性ではなく、必要な時にはこの美しい香りに救いを求めるっていうのは男性女性関わらずあっていいのかなと思ってます。ぜひ、はい、あの三浦さんとかはどちらかというと男性の社員の方の方が多いですかね、うん、いや、そうでもないですか。でも最近女性がやっぱ多いので、あ、はい、まあ、でも現場でね、結構こう汗流して働かせる方ともいらっしゃると思うんで、はい、ぜひちょっと会社 で、 男性社員の、はい、癒しをちょっと届けていただけたらと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで今日はちょっと江口さんはご出産のため、欠席でしたけれども、田中育さんと江口彩さんでございました。ありがとうございました。みんなで応援しましょう。はい、あ、これ大事なもの、大事なもの忘れない、これ本当にいい香りですよ。後でちょっと皆さん嗅いでください。それでは次いきます。酒井さん、佐藤さん、今日はお二人いらっしゃってます。お願いします。じゃあ拍手。じゃあ一方マイク持っていただいて、マイク2本ありますんで、2本あるよマイク。はい、ページ番号は何ページでしょうか。21ページでございます。その次ですね、まずじゃあ酒井さんからいきましょうか。酒井さん、何をしている人ですか。はい、私はポールウォーキングの指導している人です。ポールウォーキングって何ですか。はい、日本で今日持ってくるの忘れたんですけど。あ、なんで持ってきてないんですか。大事な時にいつも持ってるのに。はい、なんということでしょう。あの要は杖です。日本の杖です。はい、あのスキーのね、ストックみたいな感じですね。スキーのストックのような杖なんですけど、はいはいはい、2本つかないと意味がないんですけど、うん、それを持って歩くと普通に歩くよりも姿勢も良くなるし、体幹運動にもなるし、膝が痛い人のリハビリにはもう持ってこいの道具なんですね、うんうんうん、それを使って歩いており、あの指導しております。歩きつつ指導しております。はい、はい、酒井さんはね、福岡市内お住まいですけど、やっぱ なぜこう中川でイベントをするようになったんですか。はい、主人のまあ実家がですね、佐賀にあるので、よくそこの、中之島公園の前を通って福岡市内を抜けて帰ってたんですね。
で、ちょうど作田のうなであたりの山田がもうめちゃくちゃ景色が良くて惚れ込んでたんですけど、たまたまここでの町活っていうのがあるっていうことの前のイベントも含めてちょっとずつ関わって、あ、もう絶対やっぱり歩こうと思って、ここら辺は歩きたくなる環境があったということですね。環境がめちゃくちゃありますし、まあしっかり今も歩いてますけれども、はい、はい、っていう感じです。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと続いて佐藤さん。はい、佐藤さんは、佐藤さん何してる方ですか。私はちょっと看護師をしていまして、今も仕事をしてる、看護師の仕事をしてるんですけれども、ずっと病院とかクリニックで働いている時は分からなかったんですけど、4年ほど前から訪問看護師をしておりまして、そうすると割と高齢者の方とか、うん、あまり歩かれない方とかの出会いが多くて、爪とか足のトラブルに非常に多く合うようになって、例えば巻き爪だとか、爪が分厚くなってて切れないとか、あとタコとか魚の目ができてるとかでですね、で訪問に行くくらいですから、なかなかお家から出られない方が多くって、家族に病院に連れて行ってほしいけれども行けないとか、行きたいけれどもちょっと我慢をしているとかで、家族の方も何とかしてあげたいけどどうやって爪を切っていいかわからないとか、うんうんうん、そういう方に多く出会うので、そういう足のトラブルを何とかしてあげたいと思いまして、ちょっとスクールの方に通ってフットケアを学んで医療フットケアスペシャリストという資格を取りました。でそれを生かして今訪問看護中にいろいろとお手入れをさせていただいてるんですけれども、この本当にお家から出られないで訪問看護も受けてないで困っていらっしゃる方、お年寄りとか、あと例えば妊婦さんとか、うんうんうん、お子さんが小さくて外に出られないとか、そういう方に対してお家にお伺いして訪問のフットケアをして差し上げたいなって思ってるところです。はい、より足の、まあ、健康というかねの、まあ、専門であるんです。で実はそれぞれから私こう相談をいただいて、酒井さんの方はまあそうやって歩くイベントをしよう、で佐藤さんの方はそのフットケアをもっとこう中川の人たちも知ってほしいということだったので、ピンときたんですね。足でつながってるこの2人みたいな、ではって思って、でどっちも小柄な女性だと思ってで合わせたんですよ。もうすぐ仲良くなっちゃって2人で、今2人でコラボしてやってるイベントがありますよね。はい、実はもう夏から、去年の夏からちょっとやっていろいろはやってたんですけど、今度やる、もう決定してる、ただ日にちも決定してるけどまだ全然開放してないんですけど、中之島公園さんで、うんうんうん、はい、フットケアとバランスウォーキングということで、フットケアとバランスウォーキング、はい、いいですね、する形で、まあ実はですね、第3波が来た頃、コロナの第3波が来た頃に計画を立ててたんですよ。でも第3波の人数が半端なくすごくて、これは自然のいいところで伸び伸びできる場合じゃないというところで一回ちょっと中止させていただいて、うんうんうん、でまたちょっと仕切り直して今度6月6日にまた中之島公園さんとコラボさせていただいてやろうっていうことで決めました。はい、佐藤さん、例えば酒井さんと一緒にやることで、はい、なんかこう新しく気づいたこととか、参加者の方から聞いたこととかありますか？そうですね、全然こう歩くこととそのなんだろう、ケアをすること、うん、どんな風につながるのかなっていうのがあるのか、コラボすることがあるのかなと思うんですけれども、はいはい、実私もこう教えることをどんな風に教えるかなっていう勉強をまたさらにし直しているときに、やっぱりバランスウォーキングとそのフットケアってすごく関連が深いな。例えば正しく足の裏に体重かけて歩かないと足にトラブルを起こしてしまう。例えばかかととかもカチコチになってしまうとかですね。あと正しくケアをしないと痛みとかが出てきて、その正しく歩けない。すごくなんかつながりが。なるほど。やってみて気づいたようなところですね。ですごく先生、酒井先生の方から歩き方を学ぶことによって自分の仕事にも直接活かせることがたくさん増えてきた。
ね、なるほど、うん、ありがとうございます。このお二人にですね、まあそのね、まあ、イベントをするというのもありますし、まあ、それぞれでいうとその歩き方のご指導とか今の足のね、まあ、佐藤さんに靴の履き方とかもやっぱりね、こう紐の締め方とか含めて私よく怒られるんですけど、あのゆるゆるに履いてって怒られたりするんですけど、そういうまあ結構根本的なとか簡単なことですけどちょっといただくとねすごくこう変わったりしたりします。こんなお二人にちょっとお話を聞いてみたいと思う人、おお、すごい、上がった、まず上がった、まず上がった。他には上げといてください、上げてください。ありがとうございます。じゃあ商工会の、はい、千住さんが手を挙げられましたのでぜひぜひお願いします。中川商工会の副会長をしています千住と申します。よろしくお願いします。先ほど坂井さんですね、ポールウォーキングについてちょっと興味がありまして今発表させていただきます。はい、ですね、商工会もですね年に1回野川商員中川というのを始めたんですけども、まあ、去年はしなかったんですけども、その前ですね初めてウォーキングを取り入れました。それは先ほど言われましたように中川のやっぱ歩かんとですね中川の本当の良さは分からないと思ってですね、中川市外からいっぱい人を呼ぼうと思ってですね、まず博多南駅に来てもらって、それからずっと歩いて、5キロと10キロコース、そういったことをしたんですね。これを取り入れた最初のきっかけはですね、この周辺の笹栗町、あそこはもう三十数年間そのウォーキングをしておりまして、あそこは大体3000人とか4000人が集客を集めたんですよね。でそういったことがあってですね、やっぱこれから中川町ちょっと人口を増やそうと思ってですね、こういったことを取り入れようと、まあ、今年コロナが何もなければまたウォーキングを取り入れたいと思っていますので、その時は一緒にこの何ですかね、ポールウォーキング、はい、そういったことを説明してですね、一緒に何かしていきたいなと思っていますので、はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。野川賞は秋口ですよね、10月11月ぐらいのね、10月のイベントですね。はい、じゃあぜひその時はお声かけて、まあ、ちょっと商工会行きましょう、行きます。はい、よろしくお願いします。じゃあネクステップさんも挙げられてたかな。はい、お願いします。あ、ネクステップと申します。よろしくお願いいたします。まあ、今のお話を聞かせてもらってですね、もう今本当にコロナ禍で、まあ、もう本当にもう若い方ももう高齢の方も、まあ、みんなそのストレスがたまる、まあ、今世の中というかですね、まあ、その中でやっぱりよりその、まあ、結構健康だったりとか、まあ、そういった結構キーワードが結構今よくもう注目がされるようになって、なんかうちもその、まあ、もちろんその社員も含めてですけど、まあ、お客さんに対してもやっぱり中川で住んでる方でやっぱ結構なかなか外に出れないし、まあ、そのもやもやしてる方って結構いるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこでその、まあ、やっぱ中川のいいところとしてはやっぱ自然と、あとはまあすぐ都心の方にも行けるという、まあ、たくさんの魅力がある場所ですので、まあ、そういった中川の自然とそういった健康とかもいいところを利用したような、まあ、イベントになんか会社としてもなんかそのなんか一緒になんか発信できる場と、まあ、立ち位置としてなんかやってみても面白いかなというふうに感じました。以上です。ありがとうございます。じゃあ例えばそうですね、ネクステップさんにお問い合わせあったりを相談されたお客様に向けてそういうのを紹介したりとかできますよね。 ありがとうございます。素晴らしい。ぜひぜひいいですね。よろしくお願いします。じゃあ中之島公園さんも挙げてた、もう一緒にやられてると思いますけど一緒にやられてると思いますけど、どうぞちょっと言いたいことがあります。何でございましょう。いや、もうすでに坂井さんとは中之島公園で一緒にやらせていただいてありがたいんですけど、後期高齢者をもうだいぶ過ぎましたんですけどね、やっぱり足にくるんですね。で畑仕事とかやってる頃は本当に元気でしたけども、ここ2年ほどちょっと事務的な仕事をやってしまって足にきよるんです。で夫婦ともどもそんな感じなんですよ。で非常に歩くのは健康にいいということで自分も実感してます。まあ、そういうことで何ていうかな、こうイベントに頼らずにもっと広げたいなという思いがあるんですよ。まあ、自分の近くのご老人を一緒に引っ張り出すとかですね、まあ、そういうことでちょっとまあ、私の狙いはピンピンコロリなんですけどね、ピンピンコロリ、はい、それが達成できるように広めたいなと、健康活動です、はい、まあ、そういう思いでおりますんで、また
機会があったらぜひお願いします。ありがとうございます。もうまさにその坂井さんの方はこう体を動かす方のね、まあ、インストラクターですし、佐藤さんの方はもうきちんとそういうね医療の世界で働かれてもいるので、ちゃんとそういう観点からもお話ができますので、もう本当近所の おじいちゃんおばあちゃん集められてお二人に呼んでいただいてとか、そんな形もできるかなと思いますんで、ぜひぜひ、はいはい、ぜひぜひまた活躍の場を広げていきましょう。はい、坂井紀子さんと、佐藤久美さんでした。ありがとうございました。皆さんで応援しましょう。ありがとうございます。あ、はい、それでは引き続きいきます。で、井上恵理子さんです。拍手。はい、あ、マイクいい、それで大丈夫、 手使うからこっちの方がいいかもよ。はい、じゃあ井上恵理子さんは、ページ数は何番かな、23ページ次のページですね、井上恵理子さんはどんな方ですか。はい、海の生き物講座豆ラボをチャレンジしました。はい、海の生き物講座、はい、中川って海ないですよね。そうなんですよ。ねえ、なんでないんですかね。なんでないのに、なんで海のこと詳しいんですか。もともと水族館の飼育員をしてまして、はい、海の生き物の飼育と調査研究をしてました、してました、はい、ってことは調査研究、はい、ってことはなんかこう日頃主婦をしながら、主婦じゃないか、お母さんをしながら研究活動している。 してます、はい、自由に研究するフリーの研究者です。フリーの研究者でございます。で、今日は何をお持ちなんですか。今日はですね、一押しの豆ラボ、一押しの一押しの標本2つ、一押しの標本、かなりマニアックですけど、これ何の標本になるんですか。ですね、マイクをもう少し近づければな、すいません、はいはい、私の大好きなサンゴの仲間のヤギの標本と、そして皆さん多分皆さんご存知の可愛いハリセンボンの標本を持ってきました。はい、うちにある100種類以上ある標本の中から厳選して皆さんが知っててなおかつ私が推したいものを持ってまいりました。なるほど、はい、こんな山の中に住んでて大丈夫なんですか、そんな人が。大丈夫なんですよ、意外とこれが。ってこと、どういうことどういうこと。ですね、うん、そうそう、どうしようかなと思ってたんです、うんうん、最初この中川に嫁いできた時はですね、はいはい、でもその改めて海から少し離れたところで活動することによって、うん、海の魅力っていうのを私の方が客観も喋りにくいなマイクが向こう向いちゃうんだもん、ごめんね。マイク前持ちますよ。もう持とう持とう持とう、持ちます。じゃあこっちを僕が持つけど、めっちゃ痛そうだこれ。すいません、マイク持ちますね、はい、はい、それなら刺さりませんので。これ刺さらないですね。こっちは刺さります。すごいなこれ。ちょっとね、持ってくるのも大変だったんですけど、はい、落ち着いて喋りたいと思います、はい、中川に来てですね、そう、海がないところに嫁ぐのはかなり不安だったんですけども、うんうんうん、ただその改めて客観的な目で海のことを見ることができて、で中川に来てすごく良かったなと思うのが、中川ってまあ、川はみんなそうですけれども、うん、博多湾という大きな海に広がっていくじゃないですか、はいはい、その根元のところで活動ができるってすごく素晴らしいなと。なるほど。今実感して活動しています、うんうん、まあ、つながってるってことですからね、うん、そうですね。なるほどなるほど。で、活動は今具体的にどんなことをされてるんですか。今具体的には今年1年はこうやって町勝さんにご相談させていただいたりとかして、今はオンラインで月に1回海の生き物講座をしていて、でそれと同時進行でこういう標本を今数をいろいろ増やして、お家でちょっとね、お家臭いんですけど魚屋さんみたいな匂いがする時があるんですけど、家で作って、小学校とか中学校とか、あとはこういうレンタルスペースのところで展示でき、博物館みたいな感じで展示できるように今ちょこちょこ準備をしているような形です。なるほど。その子どもさん向けの教室は、うん、まあ、やっぱ今ちょっとコロナでね、そのオンラインになってますけど、うん、まあ、通常だったらそういうふうにこう場所に集まってもらってみたいなこともやってるんですよね、うん、そうですね、中学校に呼ばれていく場合もありますし、自分でこんな風なことをやってみたいなという時は、うん、こういうレンタルスペースを借りて主催して宣伝して集めたりとかもします。豆ラボっていうので、まあ、検索すると出てきますけど、うん、結構タイトルがマニアックで何でしたっけ、この間やったのは。この間やった、あ、この間このサンゴの話をしたのと、うん、フグの話をしたり、ウニのもあったでしょ。ウニもある、ウニ、ヒトデ、フジツボ、
あとはラッコもしました。ウニのお尻はどこかみたいなことを言うでしょ。わかんないんですよ、ウニのお尻がどこかとか。いや、ウニのお尻かわいいんですよ。皆さんね、ご存じないかもしれないですけども。そうですよね。そう、そんなあのまあでもあのなんていうのかな、研究者なんです本当に、うん、私も見せてもらいましたけど、うん、顕微鏡をちゃんと持っていて、毎日顕微鏡を覗いてますもんね。毎日覗きたいが、はい、子供の夜泣きに付き合っている。いろいろね、制限もあるということで、まあ、でもそんな、はい、あの実は面白い研究者が中川にいるっていうことで、まあ、子供さん向けにもそうです。さっき言ったちょっとこう本当に専門的な知識で、うん、まあ、博物館とまでは言わないけどね、そういうようなものもこうイベントでできるという話もありますので、うん、まあ、そんな井上さんですけど、皆さんにちょっとどんなことをこう期待したりとか聞いてみたりしてみたいですか。皆さんに聞いてみたいこと、うん、なんかいろいろいらっしゃいますもん今日ほら。そうですね、あ、そうですね、やっぱりその海と隣接してないってことで、うん、海に憧れが強い人とそうではない人がすごい差があるような、はっきり分かれちゃう印象が私はあるんですけど、皆さんのちょっとなんかどんな感じなのかなって感触を伺えたら嬉しいです。かなりマニアックなんで、どれだけ手がかかるかちょっと心配なところがあるんですけどね。そうですね、はい、ということで、じゃあ、井上理子さんのこの、水あの豆ラボですね、海の生き物講座やってる豆ラボさん、興味ある方手挙げてください。お、上がりましたよ。あ、ちょっと上がってよかった。じゃあブドウの庭さん、中之島浩さんも上がってるんで、ブドウの庭さんお願いします。ありがとうございます。こんにちは。あ、マイクがすみません。あ、すみません、ブドウの庭で、一緒にしてます、春日ベースの三谷と申します。よろしくお願いします。お願いします。今私たちはあの子どもたちの、ま、教育とかちょっと不登校とかいろんなことにも取り組んでいるので、うん、ひょっとしたら学校では学べないような、うん、そういったものに、興味を持ってくれるといいなと思ってますので、うん、ぜひ理事長、夏休みに講座いかがでしょう。はい、じゃあ決まりました。よろしくお願いします。講座ができます。準備させていただきます。ありがとうございます。ブドウの庭さん、まあね、よくご存知だと思いますんで、はい、ぜひ。あと もう一方はどちらでしたっけ。あ、ミリカローデンさん、すいません、お願いします。こんにちは、ミリカローデン中川です。いつもお世話になっております。なります。うちも同じくですね、あのブドウの庭さんと同じように講座を持っておりまして、あの子どもたちの夏休み一日講座にはもうすごくあの子どもたちの自由研究とかには使っていい講座になるんではないかと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今まで海をテーマにした講座ってありましたか。いいえ、なかったと思います ね。 ね、わざわざしないもんね、中川。はい、中川の川ではなく海というところでは魅力があるかと思いますので。本当に海の匂いがするこれ。すごいね。そうなんです、ね、ありがとうございます。じゃあ中之島公園さんも、すいません、ありがとうございます。はい、ザ・川の中之島公園なんですけども。川ですね。はい、よくエリコさんが言われるあの海と川はつながっているっていうお話をよく聞くので、その海の元になっている川のそばで海のお話っていうのも面白いんじゃないかなと思ってますので、ぜひぜひ中之島公園でもイベント企画お願いします。ありがとうございます。ぜひ。逆に今の話聞いて、えりこさん、その春日とかでやるとしたらどんな講座が面白そうかなとピンときました。順番にじゃあ、春日でするとしたら、ブドウの庭さん私行ったことが何回かあるんですけど、すごいあそこ雰囲気が大好きで、あそこの外でやっても中でやっても楽しいと思うので、ちょっと大きめのウミガメもうち実はいるので。ウミガメがいる。今日ね、持ってこれなかったんですけど、ウミガメの標本、触ってみたりとかねするのに。昔のね、民家の方お家にあるかもしれないんですけど、実際に解説付きで話を聞くと印象変わったりとかするので、やっぱ触れるものすごく大切で、そういうの持っていけたらいいかなと思ってます。なるほど、喜んでおります。ありがとうございます。はい、ミリカさん、ミリカローデンさん、子どもの夏休みということなんですけど、前ここでも少しちょっとだけさせていただいたんですが、ちりめんじゃこの中から、はい、変な生き物を探す企画のちょっとマニアック編というか。面白いんですよ、ちりめんじゃこってあるじゃないですか。あれをこうピンセットでこう探してると変な生き物がいっぱいいるんですよ実は。
ね、そうカニの赤ちゃんとかね、そうタツノオトシゴとかチラッといたりします、ね、あのなんかレアモンスターがいるんだよね、うん、はい、これ見つけたらすごいみたいなのが結構あって、それのちょっとマメラボ改良版をさせていただければと思っています。楽しいです、きっと、はい、ありがとうございます。中之島公園さんはいろいろ体験イベント一緒に他にもねさせていただいてるんですけど、うん、マメラボではまださせていただいてなくて、ぜひ色彩館でですね、私あの標本展示をさせていただきたいと。展示もいいかもしれないですね。あの広い空間なら匂いが気にならないかもしれないですけど、ね、あんだけ広かったら全部持ってこれるかもしれないから楽しみでございます。はい、はい、ありがとうございます。じゃあもうぜひそれぞれの皆さんとね、はい、お話をしていただいて実現していただければと思います。じゃあ今日は井上恵理子さんと、ヤギとハリセンボンでございました。ありがとうございます。刺さらないようにね。ありがとうございます。みんなで応援しましょう。ありがとうございます。じゃあ、ですね、前半戦が最後になります。この後休憩を挟みますけれども、まあ、休憩前の、まあ、余興ということでじゃあアナ吉久さんどうぞ拍手。アナンさんはですね、ページ何番だっけ、15ページ、なんとですね、もう見開きですよ、見開き、すごいでしょ。まあ、今日アナンさんはですね、ちょっと自分でいろいろ話したいということなんで、もう私ちょっと黙っときますけど、アナンさん、いろいろコンサルティングのような仕事、実はこの3階に拠点を置かれてますけれども、そういう経営のコンサルティングをされたりとか、いろんな事業立ち上げをされたりとかされてまして、でちょっとこのあえて、まち活という動きをですね、少し客観的に、アナンレポートという形でまとめていただいてますので、今日はちょっとアナンさんからその報告をいいですか、もうお任せしていいですか。はい、ありがとうございます。今日は実は市長も聞き取られてますんで、はい、市長に向けてプレゼンをしてください。はい、ありがとうございます。改めまして、オフィスアナンの代表しておりますアナン吉久と申します。よろしくお願いします。私の方ではですね、まあ、これまでのプレゼンターとはちょっと変わってですね、私の活動をこう一緒、評価してくださいというよりかはですね、この中川市の課題というものを、ちょっと調査させていただきましたので、それをちょっと発表させてもらいます。ですので皆様それぞれ、一般企業の方、民間の、失礼しました、一般企業の方、自治体の方、もしくは、NPO として活動されている方、いろいろいらっしゃるかと思いますが、それぞれですね、できることがあるかと思いますので、皆様の活動にですね、ぜひ生かしていただけたらなというふうに思っております。で、まあ、私のちょっと簡単な自己紹介なんですが、こちら3階にあります仕事層でですね、事務所を構えておりまして、一応入居者第1号でございます。中川でですね、仕事を始め、で中川で起業して、中川で会社を持った一人でございます。コンサルのような仕事と言われましたが、コンサルタントの仕事でございますすいません、コンサルタントでございます。専門は人材育成なんですが、今回のレポートはマーケティングというところでですね、ちょっとお話をさせていただけたらなというふうに思ってます。まずちょっと前段としてですね、まあ、タイトルにもありますが、ママの生態から町の課題を研究と、マママーケティングと。で、なぜこのママの生態をというようなところにフォーカスしたかというところをちょっと前段でお話できたらなと思っています。中川市はですね、人口増加により2018年に市政を敷くことになりました。しかし、この人口減少時代の中でですね、今後も人口増加が見込めるかといいますと、なかなかそれは難しいんではないかなというふうに思います。中川市がですね、昨年策定されました人口ビジョン総合戦略の中にもですね、今後、まあ、2017年にはちょっと増えるが、47年にはですね、減少傾向にあるというふうな予測が出ております。まあ、そういった中で人口減少を食い止める行動が、この町のですね、とって大切になるのではないかなと思っています。その中でも、自然減ではなくて社会減というところを抑えていかなければならないかな。要はですね、流出です。実際町のですね、失礼しました、中川市の人口ビジョン戦略の中にもありましたが、ですね、社会この町をですね、出ていってる方、流出している方の方がですね、今多いんですね、入ってきている方よりですね、出ていってる方の方が多いという現状があります。で、これはですね、住民の満足度を高めることに、ポイントがあるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まずはですね、この中川市の特徴から調査分析することにしました。で、仮定としてですね、この、JR 博多南駅から
向こう側の方ですね、中川営業所の方がある385までの、間の区間ですねの人口密集エリア、行政区とすれば今光、中原、松の木、刀は谷口、道前、五郎丸、中におけるところに関してですね、2020年去年の12月末の段階でですね、人口がどうなっていたのか、ちょっと小道具をいっぱい持ってきておりましてですね、はい、まずこの右側の人口分布を見ていただきますと、今言ったですね、人口密集エリア、ここから385までのところのですね、人口は約中川市の 49% が住んでいます。でそのうちこの 49% のうちのですね、年齢分布を見たときに44歳まで0歳から44歳までの人口が 54% いるということが町のデータから、分かりました。まず実際これ細かなデータになるんですが、ここの部分ですね、49% というふうなところになっています。実際ですね、中川市の平均、年齢か、平均年齢は 43.5 歳で、ここの先ほど言った人口密集地域に関しては 40.95 歳ということで、結構若い世帯が多いなと。で、私としてもですね、子育て世代、要はですね、小学生までをお持ちの世帯というふうなところで仮定してですね、この話を進めさせていただけたらなというふうに思っております。あ、まだ大丈夫です。でこれらのデータからですね、この人口密集エリアにおいて子育て世代を対象としたサービスというものの強化が住民満足度向上の鍵となると仮説を立てました。しかし一重に子育て世代といってもその対象は多岐にわたるかと思います。そこでニーズを探るためにですね、ママにですねそのヒアリングを試みることにしました。そのためですね、この中身をですねママーケティングというふうに、命名してですね、約1年半にかけて活動させてもらいました。でいきなり話は飛ぶんですが、これがですね調査結果になります。今回ですね、本当であればですねママお一人お一人、一応データとすれば400人の方にアンケートを取ろうとかと思ったんですが、ちょっとですねコロナの関係でそれができなかったので、私より前の今プレゼンした方がいらっしゃるかと思いますが、その方々にですねヒアリングをさせてもらいました。なんでかというと、その方々ですねこの1年間コロナの中でも活動されててですね、だいたい1人頭50人から100人の方と接触されてるんですね。ってことは400人以上の方と接触していろんな話を聞いてきたということになりますので、そのデータとしては有効かなと思ってます。で、大切なワードとしてですねここ6つ挙げさせてもらってます。今回のヒアリング調査で分かったことが、転勤族や移住者の割合が多いんじゃないかと。でこれに関してはですねちょっと細かなデータ取れてないんで、今後要調査というところでですね、自治体の方もしくはですねどこかの方がですね調査していただけるとありがたいかなと思ってます。で特に移住者というよりか転勤族が多いんじゃないかなと踏んでます。で2つ目、ママは孤独を感じていると。でここの部分もちょっともっと詳しく今後調査が必要かなと思ってます。またストレスからの家庭不安、要はママにストレスが いっている、もしくはママの孤立感というところから家庭不安にもつながっているんじゃないかというような声も多く上がってきています。で4番、パパの協力、パパ向けのイベント需要と。私これ重要かなと思ってまして、先ほどプレゼンいただいた岩田さんなんかもそうなんですが、今フェイスブックでですねママの本音というところで声を上げさせてもらってますね。パパが、その子育て手伝うよって、手伝うってどういうことみたいな、あなたの子供でしょみたいな私ドキッとしました私も3人子供いるんでですね、要は私の親の世代なんかはですね、母が専業主婦ではあったんですが、今現状として専業主婦というよりか共働きというのが一般的かなと思ってます。そうした時に、子育てであったりだとかそういったもの、家庭不安というものも、ママだけの問題ではなくてパパも一緒に家族に対して取り組まないといけないかなという、パパ向けの需要、実際若い人もですね、家庭子育てに関して興味関心がある方が増えてきてますので、こういった需要もちょっと考えていただけたらなと思います。ちなみにですね、隣春日市ではこういうプロジェクトをやってるみたいです。
まあ、ご存知、うんってご存知の方もいない、夫婦で協力と。でちなみにこのロジスタさんですね、私ちょっとあの仲良くてですね、よくここの中身知ってるんですけど、ここなんかはですねママだけで、やるんじゃないと、家族もですね経営と同じなんだと、家族世帯経営という名目でですね、プロジェクトをやっぱ組んでされてるんですね。まあ ここをしてくださいという話ではないんですが、こういった部分も、ママだけの問題ではなくてパパも一緒にしていくといいんじゃないかなと。あとやりたいことができる環境づくりと活動支援、これちょっと最後にお話しします。で最後あ6つ目ですね、より仕事として稼ぎたいと、今日活動していた方でですねやっぱ収入につながっている方がいらっしゃいます。でそういった方であれば、例えば商工会さんとかがですね、あの創業塾とかあるかと思います。でそういったところでバックアップするっていう手もありますし、また企業と連携してですね、何かしら活動の手助けをしていくというふうなところも必要かな。まあ今まで出てきた方見てもらってもそうなんですが、なかなかのキャリアをお持ちの方が家庭にとどまっている状況があるかなと思いますので、そういったところを掘り起こしできたらな。またあと仕事の地産地消というところで、中川市内で稼げる環境っていうものを増やしていってもいいんじゃないかな。ちなみに中川市内ですね1678社会社があるそうです。で売上と総売上とすれば323億円、これ人口ビジョン戦略の中にですね書いてあったデータから持ってきています。そういった意味でももっとそこできるんじゃないかなと思ってます。で最後になるんですが、それらのことを踏まえてですね、行政や一般ビジネスになりにくい分野、こういったところにですね本質がありそうな気がするというようなところで、ちょっと私は最後まとめさせてもらえたらなと思います。でそのためにはですね、一個一個をそれぞれサービスとか活動にしていく、まあ、行政がやっていく、もしくは、企業が商品化していくっていうのは難しいかなと思ってます。で、そのためにですね、それをまずは応援することからしませんかと。要は自発的な活動を応援できる環境づくりの構築と、特にこの町活のプロジェクトなんか咲いてるものかなと思ってます。この2年間の活動で今回プロジェクトが、22件動いてます。22の活動を、創出してるんですね。でそれはすごいことだな、すごい件数だなと私は思ってます。で要は皆様のですねそれぞれの団体サービスの中で、まあ、このプランドゥーシー PDCA のサイクルの中で言えば、最初計画とかっていうところですね、調査協力だったり資金協力っていうのはされてるかもしれませんが、そこだけで終わってませんかと。じゃなくて町活なんかはですね、その先のチェックの部分ですね、フィードバック、ここが私が今回ヒアリングした中でですね非常に助かったというふうに言われたんですね。コロナの中でもくじけず頑張れたというふうな声をいただきました。ですので、まあ、環境あるものを使いながらですね、さらに皆さんの中でコーディネートしていく、サポートしていく、フィードバックしていくっていう環境を作っていかれると、よりいろんな活動、まあ、それこそ自発的な活動の応援っていうのにつながっていくかなというふうに思ってます。すいません、ちょっとだいぶ長引きでしまいましたが、いやありがとうございます。私の報告とさせていただきます。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。コンサルタント的ではなくてコンサルタントのアナウンサーですけど、そうですね、いろいろとさっきの前半話していただいた、特に、ね、女性、まあ、ママっていう言葉も出てましたけど、そういう方々にたくさん話を聞いていただいて今まとめてくださいました。で、まあ、我々も多分、まあ、これもともと市の行政のプロジェクトですけど、やっぱ同じような思いでスタートしていて、やっぱり、ね、転勤族が多いとかね、やっぱりこうまだ居住年数の低い方もすごくたくさんいらっしゃるので、でもそういう人たちがやっぱり住んでると中がどんどん多分好きになっていくし、でもそれをこう表現する場所ってそんなにあるかっていうと、なかなか今まで、まあね、ずっとこう古くから活動されている団体の方とかにはそういう場所がありましたけど、やっぱりこうまだ若い方とか居住年数低い方とかにはそういう場所がなかったので、やっぱそういう人たちにもしっかりとこう光を当てて、まあまずはこう探していくことから、でそれをみんなで盛り上げてっていうのが、まあこの町活アップ中川の趣旨だと思いますので、まさにそれを少しこう客観的な目線で見ていただいたと思いますし、まあそれをやりたいというのが実はアナンさんのチャレンジだったんですね。どうでした？皆さんの話聞いてどうでした？なんか私もやっぱ皆さんがすごい頑張られてた姿を見てですね、元気をいただきましたし、まあ、私も頑張らないといけないなと思いましたし、でもっと言えば、まあ先ほども言いましたが、まあ、
あのすごいキャリアをお持ちで、さらにモチベーションが高いママさんたちがこんだけいるのに、中にいるのに、それをちょっと活用って言ったらあれですけど、生かしきれてないのはですね、あのもったいないなというふうには思っておりますので、まあそういったところ、まあ自治体と民間と合わせてですね、なんかあのそれを生かした活動ができるとですね、やっぱここせっかく移住してきたのはいいけど、あの何でしょう、学力が高いから春日に行くっていうのはですね、なかなかちょっと悲しい現実かなと。そうなんです、春日の方もいらっしゃいますけどね、なかなかで盛り上がっていかなきゃいけないんでね。はい、はい、ありがとうございます。あのまあアナンさんレポートまとめていただきました。でまあちょっと個別にはまたこの後休み時間にも入りますので、ご質問がある方話していただければと思いますけど、あのまあやっぱりできれば我々もこれさっき仕事という話がありましたけど、ちゃんと収入が得られるようなところまで皆さんをしっかりとバックアップしていくのがこの事業の本当の目標かなと思いますので、改めてそういう、まあ、あのエールをいただいたということで、またこれからも一緒に活動していければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、ちょっと前半ですね、今言ったアナウンサーのところまで終わりました。でちょっと時間を押しているので、今ちょうど16時50分頃ですけれども、10分間休憩を取らせていただきます。で、まあ、お手洗いこちらにありますし、お飲み物も少し頼めるかな、あります。それとあの、先ほどあの書いていただいた付箋紙なんかはですね、それぞれの方のところに貼っていただくと、後で見れますので、もしあれば貼ってください。それと、まあ、会場にも、今日発表された方もいらっしゃるので、もしいろいろお話が、したい方はぜひ、時間作ってお話をいただければと思います。じゃあ今から、約10分間ですね、休憩したいと思います。じゃあ休憩です。間休憩を取らせていただきます。で、まあ、お手洗いこちらにありますし、お飲み物も少し頼めるかな、あります。それとあの、先ほどあの書いていただいた付箋紙なんかはですね、それぞれの方のところに貼っていただくと、後で見れますので、もしあれば貼ってください。それと、まあ、会場にも、今日発表された方もいらっしゃるので、もしいろいろお話が、したい方はぜひ、時間作ってお話をいただければと思います。じゃあ今から約10分間ですね、休憩したいと思います。まあ、それだけでいいの休憩です。休憩を取らせていただきます。そこで今みたいに締めた方の話を受け付け、でその方と面談をしながら、その方の思いをしっかりとまずは我々が聞くことから始めていきます。でそれに対して、まあ、アドバイスというとすごく上からですけど、一緒に考えていくような感じで、もっとこうしたらいいんでしょうね、それは もしかするとこうしたり相談したりというのが便利になってます。何かまあ知り合いという町に変わるからそこに話をしてみたら、まあ、それだけでいいような少しずつ背中をしていくようなということを繰り返して、そこで今みたいにして、いきなり大きな目標は達成で、その方と段階にしながら、まずはこう、方の思いを1ヶ月後ぐらい、まずは我々がそういうことから、チャレンジというものを、それに対して、まあ、目標をこうまずは一緒に考えていくという、まあ、進め方でしたら、この1年半。それは僕は放射するとこうしたら、住みやすい町としては、それがまあ、自然の町があるから、それをもう一歩って言ったら、それだけにやっぱり住んでる人たちが、やっぱりね、ただこう、働きに行って帰ってくることでいい町であって、いきなりやっぱりなんか昭和ですとか、政党とかもありながら、何歳になったら、まずはこう、どう、いかに僕らに対して行動するということができるかどうかっていうのが、実はこれからの、まあ、目標を、まずは一緒に参加をという、まあ、形にしたらいいと思います。ありがとうございます。
たどり着いた先にこのご紹介する町活アップ中川という企業が、あります。中川市は便利になってます。住みやすい町とか何かまあ市でこういう取り組みがあるからそこに話をしてみたらどうですかというような、まあ、少しずつこう背中を押していくようなことをまあ繰り返し行ってきて、で先ほどチャレンジ宣言と言いましたけれども、まあ、いきなり大きな目標は達成できないので、段階的にまずはこう3ヶ月後くらいのここら辺を目指そうよみたいな、そういうチャレンジというものをお互い作りつつですね、その目標をまずは達成していこうという、まあ、進め方でですね、この1年半やってきました。何かまあ市でこういう取り組みがあるからそこに話をしてみたらどうですかというような、まあ、少しずつこう背中を押していくようなことをまあ繰り返し行ってきて、で先ほどチャレンジ宣言と言いましたけれども、まあ、いきなり大きな目標は達成できないので、段階的にまずはこう3ヶ月後くらいのここら辺を目指そうよみたいな、そういうチャレンジというものをお互い作りつつですね、その目標をまずはそれだけでいいと思っていこうと思います。まあ、進め方でですね、この1年半そこで今みたいな市でこういう取り組みがあるからそこにで、その方と面談をしながら少しずつ方の思いをしっかりとまずは我々が繰り返し元からできて、でそれに対して宣言と言います、アドバイスですごく上から一緒に考えていく、達成できないので、もっとこうしたらいいまずはこう、それはもしかするとこうしたらいいみたいなチャレンジというものを何かまあ自然効率的にあるからその目標をまずはそれだけでいいようなこういう仕事を進めていくことを一番にしてそこで今みたいな、いきなり大きな目標はでその方と段階でいきながらまずはこう今日の思いを1ヶ月後ぐらいまだ我々がそういうことからそういうチャレンジというものをそれに対して目標をまずは一緒に考えていくというまあ進め方でしたらいいものになります。それは僕は当社さんどういうふうにしたらいいのか、住みやすい街としては今まあ自然効率が上がるから、それをもう一つ、それだけでやっぱり住んでいる人たちが最近ただこう力の点に入っていくので今みたいな、まあ、いきなりやっぱりなんか今日はあると思って、そのことを考えながら団体でいったりまずはこうことをしっかり僕らの考え方で行動するということができるかどうかというのが実はこれからの人が、まあ、目標をまずは一緒に考えていくという、まあ、決め方でしたらいいと思います。私松勝中川の方にマネラボをやっていたりやってるんだけどなかなかうまくいってしまわないので、それともうまくいってないかなと思って、一応何かを持ってくれるのか、やっぱり一人の職員にみんなで行けるんだけど、やっぱり一人の職員にみんなで行けるんだけど、やっぱり一人の職員にみんなで行けるんだけど、自分自身に行ったり今回の話を聞きながら、相乗効果を生むんだなというところから非常に感心しました。自治体だけでやることだけというのは、自治体だけを欲しくなりしたいと、それをしながらが、もっとある良さを活用しながら、応援させていただきたいので、よろしくお願いします。ありがとうございます。相乗効果を生むんだなというところから非常に感心しました。たどり着いた先にこの今日ご紹介する町活アップ中川という企業があります。中川市は便利になってます。住みやすい町にはどんどんなってますけれども、まあ、それだけでいいのかな、何かこう市民の方の活力とか元気とかですね、もしかするとそういったものがまだ外に向いてしまっているのかもしれない。その方向をですね、何かこう自分たちが住んでる町、自分たちが暮らしている町にしっかりと向けて、まあ人が元気で活発にこう活動していって、まあ、そういう絵がですね、ここに行っても見られるような、そういう街に少しずつ変えていこうよということでスタートしたプロジェクトですね。街をなんかゆっくりゆっくり歩いたり散策したりすることが増えたんですけれども、歩いていくとですね、見えるんです、面白いことやってる市民の方がいたりとか、なんかこう街を盛り上げたいと思ってる人、もしかしたらそんな種みたいな人たちが探せば結構いるってことに気づいてですね、私がこう、でもやっぱりそういう人たちって個人で活動してるんだけれども、やっぱり情報が周りに飛んでいかなかったり、なかなかこう知られないままで埋もれてしまってるっていう現実もすごくある、ね、なので頑張ろうとしてる人たちの背中を少しこう押してあげたりとか、相談に乗ってこうしたらいいよっていうようなアドバイスをしたりとか、まあ、もちろん行政の役割としてはそういった方々の活動を持続できるような形になり
あるいはですね、そういった人たち同士をつなげてみることで、何かこう2倍にも3倍にも4倍にもこう力が増えてくるんじゃないかみたいな、そういう可能性をすごく感じて、何かこれを仕組みとして動かすことができないかというふうに始めたのが、このまちかつアップ中川の事業だったりもします。この1年半で53のですね、いろんなご相談とか、これあのチャレンジシートといって、こう自分でこんなことしてみたいっていうもので、まあ、作文っていうほどではないんですが、しっかりと思いを書いていただいて、それを提出していただくというところがスタートするんですけども、多くの市民の方が今のこと我々にこう表明してくださって、その中から具体的なチャレンジ宣言という目標を立てて取り組んでいこうという人たちが、まあ、今22名の方が誕生して、まあ、それぞれがそれぞれの夢であったりとか、自分たちがやりたい街をもっとこうしたいということを一つずつこう進めていってるという今状況にあります。自分でこんなことを見たこの1年半、そういうふうに我々事務局という窓口を作りまして、市民の方のお話を受け付けして面談をしながら、その方の思いをしっかりと、まずは我々が聞くことから始めていくから、それに対して、まあ、アドバイスするとすごく上からですけれども、一緒に考えていくような感じで、もっとこうしたらいいですよねと感じをして、それはもしかするとこういう人に相談したらいいかもしれないですね、自分たちがやりたいです。はい、それでは皆さん、そろそろ休憩時間終わりたいと思います。もう休憩時間中もたくさん名刺交換とかご挨拶とか、スカウトが行われていましたので、なんかいろんなものが起きるんじゃないかなと勝手にワクワクして見させていただいておりました。それと付箋紙もいくつか貼っていただきましたので、また後でね、入っていただいた方は、見ていただければというふうに思います。YouTube の配信も今ずっと見てたんですけど、まあ、14、15人かな、まあ、20人弱ぐらい、見られてまして、そこにコメントなんかも少し書かれていましたので、まあ、広く発信できているのかなと少し、安心しております。はい、皆さん、記念写真撮ってくださいね、いっぱいね、まちかつアップ中川って書いて投稿してください皆さん。はい、ありがとうございます。じゃあ、後半の部に入りたいと思います。後半の部ですね、最初は、増井さん、増井翔太さん、実は画面で見ていただいている方にはちょっとお配りできてないんですけど、手元に、会場の方は手元にある資料の、何ページかな、7ページを開きください。増井翔太さん、はい、中川市ハゼ山プロジェクト代表の増井です。よろしくお願いいたします。何山プロジェクト？ハゼ山プロジェクトです。ハゼ山、はい、
皆さんハゼご存知ですか？ありがとうございます。皆さんうなずいていただいて、今日ですね、あの和ろうそくをちょっと持ってきました。愛媛県内子の大森和ろうそくさんというところに作っていただいたものですね。4本ありますので、もしよかったら、ちょっとそれぞれ回していただければと思いますので、お店の紹介なんかも書いてありますので、もしよかったら中見ていただきながら和ろうそくですね。いい？そうです。そもそも、はい、増井さんはなぜハゼ山プロジェクトなんですか？そうですね、僕、阿蘇の南小国町出身ですね。はいはい。キャンプのインストラクターとかですね、あとサバイバルの講座とかをやっています。で、その関係でやっぱりその自然の中で働いていきたいなと、四季を感じる働き方がしたいなっていうのを常々思っていまして、うん、でどうせやるならやっぱり中川でやる意味のあることをやりたいなと思った時に、はいはいはい、ちょうど3年前ぐらいですかね、ミリカさんの方でハゼの講演聞かせていただいて、うんうん、こんな植物があるんだ、こんな中川にゆかりのある素敵なものがあるんだっていうことを初めて知りましてですね。中川にゆかり？そうです。高橋善三さんという偉人がいましてですね、その方は、当時門外不出だった薩摩藩からですね、ハゼの栽培方法をですね、福岡に持ってきて、で福岡の方でハゼの栽培方法を広めました。でそのおかげで福岡の基金が、ものすごくですね、助かって大きな財源を生んだという歴史がございます。福岡を救った人なんです。そうですね、もう福岡を救った偉人です。多分この中の半分ぐらいは高橋善三さんがいないともういないですねそういうことか。はいはい、もう血統的にもう多分半分は高橋善三さんのおかげで今皆さんここにいらっしゃるという形だと思っていただいて、でもそういう偉人がいるんだけど、うん、まあ、僕も知らなかったし、福岡出身の人ですらやっぱりあんまり知らないっていう事実、うん、やっぱ残念だなと思ってですね、どうにかできないかと思って今こういう活動をやっているところでございます。ハゼ山プロジェクトで具体的にどういうことをやっていくんですか？そうですね、はい、まだ全然何もできてはいないんですけれども、中川市 70% 以上がやっぱ森林ですね、うん、でその中で、手が加えられていない、放置されている、ではまた竹林になってしまっているっていう林、たくさんございます。そういうところをですね、活用して、ハゼを植え、普通の森林と違ってハゼって毎年実がなります。毎年実がなるってことは毎年立ち入らなくてはならないっていう手間が生じます。昔の里山ですね、人が入ることによって成り立つ里山っていうのが中川にどんどん増えていったらいいなと思っております。はい、はい、なんかあると資料がある、資料がですね、はいはいはい、すいません、あんまり印刷してないので、配るやつ、いいよ、僕が配るから、前の、ごめんなさい、前の人分で、はい、ちょっと回していただいていいですか？ハゼ植え始めたらすごいことになるよっていう、どういう風になるの？資料ですね、配らせていただいております。はい、左手ですね、左手の表の方を見ていただくと、分かると思うんですけれども、ハゼ木ろうですね、ハゼから出るろうそくの原料っていうのは、作ってるところを見ていただくと分かるけど、ほとんど白紙で、九州にちょこっとだけあるっていうのが分かると思います。で福岡 19.何トンで、全国1位の生産量をしているんですけれども、もし中川で本格的にハゼ栽培を始めたらっていうことで、赤でピヨピヨピヨって書いてると思うんですけれども、10年後ぐらいに30本、今30本植えてたらハゼ10年後ぐらいに木ろうですね、ハゼの実1トンぐらい取れるよっていう1トン、うん、すごいことになります。ほうほうほう。で、300本ぐらい植えたら実はですね、中川市全国1位のハゼ栽培量になることができるんです。今更ですね、今更っていう言い方もあれなんですけれども、キャベツを植える、ほうれん草を植える、中川市の特産にしていきましょうっていうとちょっと難しいですよね。でももしかしたら今皆さんが、ちょっとうちの土地の端っこ余ってるからハゼ植えようかなっていうのをどんどん続けていったら、皆さんが生まれているうちに中川市は、ハゼ栽培全国1位になることが夢ではない作物なんですね。なるほど、はい、
相当ハゼにやられてるね頭が。あ、そうです。もうハゼのことばっか考えてます。ハゼでできるさっきのろうそくとかもそうなんですけど、これはどういう特徴があったりするんですか。そうですね。和ろうそくになるんですけれども、普通のろうそくよりも、もちろんすすが出ないんですね。石油由来の原料ではないのですすが出ません。なので寺社仏閣なんか、金ってすごい、すすの吸着率が高いので、そういうところにあえて使われるのと、あとはもう、液だれがしなくて、炎がものすごい美しいっていうことで、知られているので、ぜひ YouTube かなんかで和ろうそくぜひ調べていただけたらと思います。他に何か活用できるんですか。そうですね、他はですね、最近はやっぱりそのオーガニック志向がすごい高まってるので、まあ、ハゼの油分を使った化粧品なんかはものすごく需要が増えていってますね、なるほど、はい。じゃあ今日来てる皆さんにこうどんな期待をする、どんなことを聞いてみたい、どんなことを話したい。そうですね、今一番欲しいのは情報が、僕は今足りないなと、3年前に中川に来たんですね。中川市になるちょっと前に来たんですけれども、やっぱりその地域の人たちとのつながりとかもないので、話をはすごい聞くんですよ。うちの山誰か管理してくれないかなとかすごい話は聞くんだけど、実際僕がじゃあ管理させてくださいって言ったところで、まあ名前も知らない若者が何を言ってるんだと言われてしまうのでですね、まあなんか応援してくれる人がやっぱりいて、まあうちの山ちょっとやってくれないとか言っていただける優しい声があればなと思っております。切実に一言で言うと山が欲しい、ね、山が欲しいです、はい、山持ってる人いるのかな、この中に。持ってる人いないけど持ってる人を知ってる人ならいそうだね、なんかね。そうですね、はい、そうそういうつながりがちょっとどんどん、はい、はい、そういうつながりと、まあ、もう一つは製品ですよね。この和ろうそくとか、はい、あの油みたいなのも取れるのかな。そうです、油脂が取れる、植物油ですね、はい、そういったものもあるので、ちょっとじゃあそこら辺も含めて興味ある方はじゃあぜひじゃん上げてください。お願いします。ああ後ろの方で、あのいいですよ、全然あの一般参加の方でも全然構いません。じゃあすみません、後ろの緑の服を着た方コメントいただければと思います。ちょっと少し簡単に自己紹介していただければ。あの素人と申します、はい、ありがとうございます。いつもあの鳴竹山では一緒に遊んでます。はい、そうです、鳴竹山の整備を一緒にしている。なるほどなるほど、ありがとうございます、はい。山はあの長屋町たくさんありますんで、ですよね、はい、で前あの長崎に住んでましたよね、はい、本田木郎さん、うん、そうそう、はい、あそこのもう本田木郎のろうそく帳のなかなか手に入らないんですよね。そうですね、はい、だからああいった商品開発をやればですね、うんうんうん、結局自分で木を植えてろうを取って、はい、そして販売まで、はい、もう6次産業まで全部自分でやってしまうという計画をされたら、はい、中川もすごく活性化するし、はい、いいことじゃないかなと思って思いますので、ありがとうございます、はい、計画進めてください。はい、わかりました。もうそういう生き方が理想でと思ってます。山の情報をちょっと集めます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。で多分また別の角度から情報を持ってそうなネクステップさんが手を持って、いろいろお願いはしているんですけれども、はいはい、じゃあお願いします。お世話になってます。お世話になってます。ネクステップです。これこそ、我々の不動産業の情報、力と、いかにちょっとマッチングできるかなっていうところが、うん、あると思うんですけれども、でも実際にその山を所有されている方でやっぱもう本当に活用に困ってたり、売りたいけどやっぱなかなか買い手もいないし、で、それを受け継いだ次世代の方なんかもその、所有をどうしていこうかって悩まれている方もやっぱちょこちょこやっぱ相談は あったりはしますの で、あとは我々もそういうちょっとハゼの、そういったなんでしょう、可能性っていうところを、やっぱ知っていればそこからつなぐことっていうところができるかなと思いますので、なんか具体的にそのハゼの、やっていく上で、どういったその山が適しているのかとか、どういった土地が適しているのかっていうところをもっとより教えていただければ、嬉しいなと、思いました。そうですね、一応私、福岡県が主催するハゼ栽培塾っていうのに通ってましてですね、そちらで勉強を積んでます。でハゼの有効な立地っていうのはほぼみかんと、似通ってみかんとか柿ですね、似通っていて斜面で、日の
あたりがいい場所が好まれているっていうことなんですけれども、ハゼ自体すごい強い植物になってますので、ある程度の悪影響がまあちょっと日陰が多い日中ですねとかいう場所でも問題なく生育するっていうことは確認されてますね。はい、なるほど。じゃあぜひそこに適した場所があればですね、はい、よろしく情報提供できるように、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。他、あ上がっております。中之島公園さんお願いします。あの大村会議の高取と申します。はい、お世話になってます。あの私どももですね、はい、有給電活用ということでいろいろ動いております。であのなかなかその土地を見つけるのは難しいんですね。そうですね。でもあの私どもはあの会社作って2年ですけども、こういう活動をしてるよということで周りにやっぱり情報発信してたら自然とこう話が来るんですね。はい、で今あの後から発表されますけども、あの山崎さんの、はい、そうですね、山桃の木とかですね、ああいうのもずっと植樹してますし、で今度はあのちょっと山奥にですね、はい、雪殿があって、そこ今草刈りが終わったところなんですけど、そうなんですね、もう8人ぐらいでやっぱり2日間ぐらいかけてやりました。はい、でそこもまたあのいろいろ整地するとかいろいろまだ課題が残ってますけどね、そういうところをあの何人かでやっとるんです。あのボランティアみたいな形で花を植えて、そしてまあなんかいろいろ収穫に結びつけるような動きをしようとして、まあそういう情報を我々あのボブラ会が持ち合わせてますんで、はい、ぜひあの、はい、中野島公園に遊びに来てください。はい、ぜひ行かせていただきます。はい、そういうことです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。心強い応援団がついたような感じがします。はい、ありがとうございます。あとね、商工会さんにも一回相談してて、ね、はい、商工会の方でもあのハゼの木を植えた場所があって、そ、ね、はい、っそれも一緒にちょっとね、はい、連携しましょうって相談もさせていただいてますんで、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしいですかね。はい、はい、大丈夫です、はい。ありがとうございます。じゃあ後半戦一発目、増井翔太さん、ハゼ山プロジェクトでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さんで応援しましょう。ありがとうございます。じゃあ引き続きまして、今ちょっと話題にも出てましたけれども、山崎さん前の方にお願いします。まさに山桃色のお召し物を着ていただいております。山崎美代子さんです。資料を持たれている方は8ページにございます。もうあのご存知の方も多いとは思いますが、じゃあマイクを持っていただいて、山崎さん何者ですか。あ、大丈夫ですかね。はい、商工会女性部の部長をしております山崎です。はい、でも今日はあの山桃の森プロジェクト の事務局長としても来ております。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう山崎さん、山桃のプロジェクトはね、じゃあその商工会の方も含めて、長いですし、私もいろいろと話はね、かつてから伺ってますが、はい、今回町活にご相談いただいたその少し最近のこう課題とかっていうのはどういうところでしたか。ですね、あの商工会女性部で山桃にあの関心を持ち、何か作ってみたいっていうのは市になるっていうことが分かってました。で、中川市は何もない、何も持っていくことがない、あのやはりお土産とか、ね、お土産とかですね、はい、でそれをきっかけに、じゃあ女性部で何か作ろうっていうことで作りました。で、まあ、あの県の方の助成金とかいただいて、3年間のプロジェクト、山桃プロジェクトといいまして、その時には生産者と、それからこういうですね、あ、そうですね、生産者と、それからあの事業者さんというか助成部という三角関係で、活動してきました。で、この活動が、一応、助成金事業としての活動が終わりまして、さてどうしようっていうところで、今度はあの市の方からですね、ですね、企業を入れた中山間地域の活性化事業というところをいただきまして、1年間あの活動しました。その時には企業をあの入れなきゃいけないことと、その地域の方たちを入れなきゃいけないことで、この時地域を入れなきゃいけないというところで、座っていらっしゃるあの南畑ボーブラ会議さん、それからあの地域、南畑の地域の方たち、それから企業として JAF さん、
というところで活動しました。ただそれはもう1年間の事業でしたので、さてまたどうしようという時に、市の方の、町の底力事業というところで、支援金をいただいて今1年間終わったところなんですね。で、私がその町活の方に、お願いしたことは、地域と、もっとつながりたいということ、それから、今現在、ですね、30本ほど植えてますけど、それをずっと続けていくための、いろんな事業を展開していくためということですね。で、その時には、お願いした時には、それを、育てていくところということ、それから、販売をしていく、利益につながるところということなんです。で、販売の方とか、そういうところは、ボブラさんの方にお願いをして、で育てていくっていうところを山物の森プロジェクトでやっていこうというところを本当明確にしていただきました。はい、ありがとうございます。まあ、ベースはしっかりされていたので私たちはほんのちょっとだけね、少しご相談させていただいたぐらいだと思うんですけど、なんか最近から商品が少しこう見えてきましたよね。はい、そうなんですね。今日はなんかお持ちではないんですね。はい、いや持ってきております。あ、はい、そうですか。ちょっと見せていただきます。これは皆さんちょっと配っていただきまして、これ配りましょうかね。はい、はい、よかったらじゃあこれごめんなさいね、また回していただいてすみません。お、なんか実はですね、南畑ボーブラ会議さんといがいろいろ開発していただきまして、うん、24日から中川市の紹介ということで阪急の方で1週間イベントが行われます。そうそうそう、24日からの、ね、1週間、はい、そうです、博多阪急博多駅の、ね、はい、そこからで、そうなんですね、南畑のイベントが行われます、はいはい、それで誰もまだ目にしたことがないと思います。え、今日初公開。本当はですね、高田さんにここに一緒に来てほしいくらいなんですけど、一緒にね共同で今開発されましたからね、はい、大丈夫ですか。でまずこのパッケージの、すごいかっこいいパッケージ、はい、絵を見ていただきたいと思います。中川市、こんなに素敵な南畑のどこですね、うん、はい、ありがとうございます。でこれを今から開けます。開けます。あ、もうじゃあマイク持ってきますんで大丈夫ですよ。お、はい、ちょっとお腹も空いてらっしゃるかもしれませんけど、はい、素敵でしょ。ジャムです、はい、山桃のジャム、それからボーブラのジャム、それから、はい、こちらが、ハニーですね、はい、いいですか、すみません、これ全部ありがとうございます。全部中川さんなんです。中川さんということはもう一つですね、ふるさと納税にも使えますよね。もう早速登録をしますので、ぜひですねよろしくお願いします。それからちょうどですね、お中元とかですね、お歳暮とかにもいい季節です。ぜひ。でそれと同時にですね、下の花言葉さん、ことばさんのところで、はいはい、こちらの方が買えるようになりますので、展示して、はい、いただきますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それと、もう一つあるんですよね。これ皆さん、中川の大使、観光大使アイストートの商品です。こちらの方も一緒に24日の日に販売します。で、山桃が本当にですね、今頑張っているところに、こちら の企業としてアイストートさんの力がすごくあるんですね。で最初はもう季節限定で6月の時だけ販売しようということで使っていただいたんですけども、すごく反響が良くて、通年契約しますよということで、今すごい視野になってます、はい、それでもう一つ皆さんに今日お願いがあるんですけども、私たち6月に本当に1週間だけ収穫をします。その時にですね、とても大変なんですけど、今回は1トンもしくは1トン半、1トン半最高700キロ取りました、はい、その時は商工会の青年部とかですね、頑張っていただきましたよね、はい、が最高なんです。でも今回はもっともっと取らなければシェアしていけないということなので、ぜひ皆さんにお願いしたいと思います。今日のシートにですね、いいよっていう、はい、選手に参加するよって人は、はい、書いていただいて、連絡先とね、はい、連絡先を書いていただいてペタッと貼っていただければ大丈夫です、はい、よろしくお願いします、はい、それちなみに商品は何の商品になるんですか、はい、これですね、アイストートさんの、はい、
なんですよね、潤い宣言ゼリーみたいなんですよね、はい、あのコラーゲンのゼリーです。コラーゲンゼリー、あの、はい、アイソさんの結構有名な商品ですけど、それね、山桃味があるということですね。山桃味なんですね。素晴らしいです、はい、すっきりとして、はい、ありがとうございます。はい、まああのまあ、商品開発の方はですね、ボブラ会議さんとかアイストートさんとされてるんですけど、まあ、最初のその、まあ、このプロジェクト、あの山桃プロジェクト、今後どうしようかっていう部分をですね、我々も相談に乗らせていただいて、まあ、いろいろそういった収益を上げる形とか、そういうのを一緒に作り上げてきたというような感じではあります、ね、はい、はい、そして本当にあのここの、うん、この、あの、ここのって言ったらすいませんあこちらの町活にですね、はい、お願いして、とても14日の日に本当に参加したんですけども、あの講演会があったん でその時、その後ですね、そこであの女子長のお話が、あの、せあの福岡代表ですね、女子ですね、あそこに中川市内にある高校ですけどね、はいはい、とあのいろいろコラボしていることがあるってお話になったの、はい、お話だったので私も思い出しました。昨年ですね、あの山も植える時にどうでしょうかってお話ししてたのを思い出して、でもちょっとコロナとかがあって、で今回ちょっとあの電話をしてみましたら、はい、いいよっていうことで、はい、6人 の、 あの、植樹のボランティアをいいよということで、本当ですね、昨日する予定だったんですけども、ちょっと雨のねすごい予報が出てたので、もう泣く泣くですね、あのキャンセルして、あ、それもですね、今度4月の10日にしますので、もしそちらもよろしければ食事に、はい、ご参加していただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、そしたらですね、あの、まあ、いくつかあります。その販売の部分もありますし、今のボランティアをどうやって集めたらいいかというご相談と、それ結構ね作業は大変ですからねまあ男手とかも必要なんですけど、そういうご相談と、あとはやっぱり山桃っていうものをもうちょっと市民の方に、やっぱ最近の若い人たちってやっぱ山桃を見たこともないとか食べたこともないって方もたくさんいるので、まあ、そういう学校とかにもね含めてそういう発信を今後していきたいって話は一緒にしてましたので、まあ、少しそのあたりでアドバイスをいただければというふうには思っておりますが、今の、山崎さんの山桃プロジェクトに少し興味あると思った方、ぜひ札を上げてください。どうぞ。お、商工会さん上がっております。あ、じゃあ最初 お仲間でもありますけど、商工会の方に聞いてみましょう。お願いします。副長、どうもお疲れ様です。ありがとうございます。おります。青年部志郎です。まあ、もちろんですね、興味があるといいますか、一緒になって商工会としても頑張っていかなきゃいけないプロジェクトと思っておりますので、皆様ご協力よろしくお願いいたします。もう一緒になってってことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、アスバルの杉浦さん、お願いします。はい、あの未来ネットでお世話になっております。はい、アスバルではですね、あのアスバルフォーラムが11月にございますよね。そこのところでいつもあの前の方に朝倉さんとかいろいろ出されておりますので、そういうところにもあの出したら、商品を置けるんですね。ただ本当今年っていうか昨年はコロナの関係でオンラインになったんですけれども、オンライン上でも販売するサイトがあったりしてたので、もしよければ山崎さんなら多分お話が通るかと思います。ありがとうございます。県内のそういう活動されている方たちが集まるフォーラムのイベントの中で販売ブースが出るので、もしよければなんかそういうのもどうかなとちょっと思いました、はい、すいません、あの勝手な私のですが、いえいえ、ありがとうございます。大丈夫ですね、高取さんとか数量がいるからね、はい、ネクステップさんもかな、挙げていただいてました。ありがとうございます。まあ、山桃もなんか、まあ、言われてみたら、でも普段そのなんかやっぱあんまり食べる機会っていうか、うん、意外とずっと住んでるんですけどないなっていうのも感じておりまして、で特に、まあ、あの若い世代の人たちなんかも意外と結構その、まあ、転入してきた方とかも、ね、あの中川ではその山桃が有名っていうところも結構知らない方はまだまだ多分多いんじゃないかなと思っておりまして、まあ、そこのまあやっぱその発信の部分もそうなんですけど、まあ、なんかまあ、うちの方もグループ会社の香りというちょっとあの五郎丸の方にあのお店が、ね、コーヒー あの豆を売ってるあのお店をやっておりまして、なんかそのコーヒーとなんかこの山桃のなんかお菓子とかをなんか組み合わせた、はいはいはい、なんかそういったコラボみたいなのもできたら面白いのかなとかちょっと思ったりさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、実はうちのお店でもちょっと考えてますよ。あ、そうですちょっと考えております、実はですね。はい、はい、いやありがとうございます。あのぜひあの本当今からちょうど本当商品がですね出来上がってきますし、そうですね、はい、あのそういったものをこう販売するとかのお手伝いもそうです。それと、まあ、皆さんでいろいろこう宣伝していただいて、広げていただければと思っております。はい、ということで、後半に2人目は山崎さんでございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。しましょう。山桃プロジェクトでした。はい、はい、で後半3人目、伊藤さん、あ、控えております。伊藤康弘さん、なんか手に何か不思議なものを持ってきてます。はい、じゃあこれをここに置こうか。うん、はい、これは一体伊藤さん何ですか。宣言、中川をおモルックの聖地へ、中川モルックリーグ。はい、皆さん拍手何ですかモルックって。モルック知ってる人お意外といるけど半分ぐらいかな。半分ぐらい、まあ、テーマがスポーツなんでね。そう、テーマスポーツです、ね、スポーツ大好き親父ですから、はい、皆さんテンション上げていきましょうね疲れてきたでしょ。ちょっと後半なんで疲れてきますんで ね、お願いします。何から話せばいいですか。モルックって何ですかこれ。モルックはですね、フィンランド発祥のスポーツで、はいはいはい、なんと使う道具はもうこれだけです。ワンセット、これ以外何もいらない。あ、場所がいりますけどね。場所はいりますけどね。場所はいりますけどこれだけ、はいはいはい。ちなみにすごいね、こういう番号が書いたこういうピンが12本の番号が書かれたピンがありますので、イメージとしてはボーリングみたいに12本並べていただいて、まあ、今日並べませんけど、まあ、そこに並べてるとして、これを、はい、これをこう投げるボーリングみたいにですね、コロ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 。ちょっと室内では向いてないかもしれない、これは屋外のスポーツなんでですね。で12本のピンをガシャガシャガシャっと、先行後攻に分かれて倒していただいて、倒れたピンを競い、ピンの点数を競い合うと、うんうん、なるほど。12本倒れれば、まあ、12点、うん、5本倒れれば5点、うん、ちなみに1本倒れると、ま、1本倒れたら1点ではなくて番号振られてますんで、これ1本倒れたら5点みたいなね、うん、すごい単純で分かりやすいゲームですよね。そうそうそう、それを先行後攻先行後攻で倒しながら、まあ、点数を競っていく。50点を狙っていく。ぴったり50点になった方が勝ちなので、うん、まあ、40点当たりになってくるとちょっとそわそわしてますなるほど。何本倒そうかな、何番ピン狙おうかなっていうので、ちょっとこう戦略的になってくる、ね、ちょっと相手の邪魔したりとかして、はいはい、でこう残り2点とかで48点であと2点だっていう時に3番ピンとか倒れたら3点じゃないですか、はい、これ51点になったらもうアウトなんですね。50点ぴったりじゃないといけないので、お一旦25に戻っていただきます。そういう面白いゲームの、私も何度もやったことがあるんですけど、大人から子供まで。そうですね、このスポーツのポイントはそうですね、うん、専門性のあるスポーツっていっぱいありますよね。子供だったらドッチビしたり、年配の方だったらグランドゴルフしたりとか、やっぱり体力、年齢、性別によってちょっと差が出たり、うんうんうん、実力の差が出ますけども、はいはいはい、これは誰でもできますよね、うん、投げるだけなんで、うんうん、障害者スポーツとしてもいいかなと。皆さん今座られてますけど、車椅子の状態で投げてもできます。なるほど、誰でもできます、はいはい、でこれを中川でなんとか広めて、中川をモルックの聖地にしようと。そうですね、中川をモルックの聖地にしたいなということで、実は、去年の11月にね、はい、我々町活大集合という番組の中でどうしちゃったんでしたっけ。中川モルック協会という協会を勝手に立ち上げました。協会ってどうやって立ち上げれるんだろうって2人でネットで調べたら、立ち上げるって言った瞬間が立ち上がる瞬間らしいんでですよね。言ったもん勝ち、言ったもん勝ち で今名称はですね、実はこれ正式に国際大会があって、日本モルック協会という協会があるんですね。あるんですね。そこの参加に実はもう入らさせていただいて、で中川モルック協会入れてくださいって言ったらですね、うん、モルック協会の下にまた中川協会があったらややこしいだろって言われて、協会って名前やめてくださいって言われたんで、中川モルックリーグにしました。リーグということで、今活動はどんな風に。まあ、月1回の定例会という形でですね、まあ、その安徳公園だったりとか、そこの目の前にある公園だったりを借りてですね、まあ、インスタ、ツイッターなんかで募りながら、はいはいはい、前回が先月の定例会がまあ 2,30 人、集まりました。ちょっと持ってない、大丈夫、20人ぐらい、まあ、20人ぐらいにしておきましょうかでもいや、たくさんだんだん増えてますよね。そうですね、増えてて、この間一応このチャレンジの目標としては、3ヶ月ぐらい先には、まあ、まず100人ぐらいの人に体験してもらおうということで、毎月体験会を
やってるところです。ちなみに今月3月の体験会は今度の土曜日です。27日、だから1週間、約1週間後の土曜日ですね。そうですね。場所はどこで？安徳公園、近隣公園ですね。近隣公園を今借りてます。4分の1面借りておりますので、はい、11時からですね。11時から2時までやります。2時まで、あのもう本当手ぶらで来ていただいて、我々こうセットいくつか持ってますので。そうですね。基本的にその公園とか芝生とか屋外スポーツなので、まあ、密を避けることができるっていうのもありますし、うん、まあ、ゆくゆくはちょっとアレンジ加えながら室内でやったりもできることはできますけどね、はい、なるほど。ちなみにさっきのあのハゼ山の増井くんも同じ、あ、今カメラ担当してますけど、同じメンバーでやってます。役員に入っていただいて、はい、という、まあ、モルックリーグ会長の伊藤さんなんですが、今日はちょっとどんな相談をしてみたいですか？どんな相談、はい、相談3つありまして、1つ目はですね、企業様来ていただいているので、はい、そうですね、何かこう企業様独自で何かイベントとか何かやるときに、はいはいはい、うん、なんかこうコラボというか、なるほど、うちイベントやるんだけどそこにモルック体験コーナーをちょっと出してくれないかとかいう、にぎやかしのネタにはすごくいいし誰でもできるので、それの出展の依頼が欲しいなっていうのが一つです ね、はい、でもう一つは、うん、今定例会の話をしましたけども、ゆくゆくは定例会からちょっとした中川市で大会とかやってですね、100人規模の大会やりたいんです ね、おいいですね。そうなると中川モルックリーグっていう名前のようにリーグでこうチーム性を募っていきたいので、例えばこうネクステップチームとか、いいですね、三浦工務店さんチームいいですね、今日市長来られてるんで市役所の人間でこうチームが作ったりして、いいですね、それで皆さんが大会にエントリーして、30チームとか40チームで大会をやりたいなっていうので、夢が広がる。モルックを知っていただいて、はい、各職場でチームを作ってほしいっていうのが2点目。3点目はですね、私こう見えてただのサラリーマンなのでそうですよね、皆さん今日いろいろプレゼンされましたけど、これビジネスの匂い全くないので私の個人的な趣味なんですね普段サラリーマンしてるので、なのでそういう大きい大会するときにちょっとなんかこう困ることがあるかもしれないので、その規模になったときはちょっと協賛企業みたいな形でお手伝いするよっていう企業さんが出てくるとすごく助かるな、すごく助かる、助かる、それは助かる、助かるはい、という3つの、はい、ご提案が出たところで、この、中川モルックリーグ会長伊藤さんのプレゼン聞いて興味あると思った人挙げてください。お、上がっております、お、上がっております、多く上がっておりますよ。よかった、よかった。じゃあどっか聞いて、じゃあ後ろのぶどうの庭さんから聞いてみようかなすいません、すいません、ぶどうの庭で活動してますハルヒベースのみたいです。お世話になってます、前からちょっと気になっていたので春日ではありますけども、うちには庭があるのでぜひ体験を、させてもらって、はい、春日でも細々ねというか広げていきたいと勝手に野望を持っております。よろしくお願いします。いずれは春日モルックリーグも立ち上げていただいてライバルじゃないですか、ライバル団体として後ほど連絡先をですね、はい、中之島公園さんも来ましたね。中之島公園です。実は中之島公園は今度の4月の、3日ですね、3日の土曜日に、はい、モルック体験会を公園内で実は行います。ありがとうございます実はもう実現をしようとしてます、はい、はい、なのでぜひぜひ遊びに来て皆さん体験してほしいなと思います。朝の10時から夕方4時まで、4時まで終日私がおります会長頑張ります、はい、私たちもモルックを盛り上げたいと思ってます。ありがとうございます。ぜひぜひ公園にも遊びに来てください。宣伝になりました、すいません。ありがとうございます。じゃあどうしようかな、ネクステップさんも上がってました、お願いします。なんか パワーのあるプレゼン、ありがとうございます元気いいですよね元気、はい、そうですね、まあ、本当に、まあ僕もその数ヶ月前にテレビかなんかで見て初めてこのモルックっていう、そうそう、結構今テレビでね最近紹介されてますね、はい、見て知ったんですけども、まあ、これなんか本当にもうちっちゃい子供から、まあ、おじいちゃんおばあちゃん幅広いもう世代で楽しめる、まあ、スポーツの一つじゃないかなと思っております、うん、でまあなんか今後そのイベント関係とかでも何でしょう、そんなもう全然激しくないからですね、うんうん、まあ、気軽にまあ取り入れられるというか、うん、そういった意味では全然そのイベントとのなんかコラボも全然実現はなんかできるのかなっていうのもすごいまあ感じましたので、うん、まあ、ちょっとまた機会があればぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちなみに協賛の方はいかがですか？あ、もちろん協賛の方も、もちろんもちろん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。チームとしてもぜひ、あ、じゃあ三浦工務店さんも上がっておりましたが、三浦さん、高川さん行く？
はい、お願いします。三浦工務店高川です。ですね、あの先日の話なんですけど、私たちのお客様、中川にいらっしゃるリフォームしたお客様から急に連絡がありまして、円柱の木の筒を切りたいんだけど、円柱を切りたい、はい、円柱を切りたいってお電話がありまして、何のことかなと思ってあの社長に相談したら、持ってきてくれればうちで切りますよっていうことで、たくさん持ってこられたんですね、円柱を。で、斜めに切ってくださいっておっしゃるんで斜めに切る、意味が分から、はい、何に使うんですかって言ったら、はい、いやいや実は先日モルックのテレビを見て家族でやりたい、あれを買うと高かったから高かったから、はい、グッディに行って木を買ってきたんですけど家じゃ切れないっていうことで持ってこられて、モルック来てるなってすごい思ったんですよ。でタイミング的にもすごいいいですし、やっぱ木を作った競技って私たち工務店なのですごく身近ですし、あのちょっと社長を横にして申し訳ないんですけど、協賛と言わず年に1回あの三浦工務店杯というものをやってくだされば、あの一緒に盛り上げていきたいなと思っております。社長いいですよね、はい、社長決裁おりました、はい、決裁今おりましたので、あのぜひですねちょっと大きな大会やりたいなと思ってますんで、ぜひご一緒させてください。これすごい決まった、来たね、三浦工務店杯来てますね、やったありがとうございます。三浦社長大丈夫ですか、大丈夫ですか、あの協賛どころじゃないですよ、これ冠大会ですから。これじゃあ分かりました、あのじゃあ我々もちゃんとしっかりベースを下地を作って対応できるようにしていかなきゃいけないですよね、はい、いやいやありがとうございます、あのいやネクステップさんもありがとうございます、あの、まあ、できればこうやってみんなに知っていただく、じゃちょっと熱いメッセージを最後伊藤さんの方からも。いや中川来てるよモルック来てるよモルック来てるよということで、ぜひ市長も一度体験してください、すごい楽しいので。そうですね、はい、はい、どうもありがとうございました。じゃぜひ後でちょっとまたゆっくりあのご相談してください、ありがとうございます。持ってきてますんでありがとうございます。はい、ということで実はですねもう最後になってました、あのうっかりしても最後になっておりました、最後は徳永さんお願いします。あ、じゃあマイクを、はい、徳永さんはこれ最初の方のページかな、6ページです。手元に資料のある方は6ページ、徳永さんは多分いろいろ思いがたくさんあると思いますがチャレンジ宣言としてはね、こういう何だったんでしょうか。中川市内に SDGs を広めたいっていうチャレンジを1年ちょっと前ですね、そうですね、はい、去年の1月だと思いますけど、ここでこのまさにこの1階か、うんうん、1階で場所を借りてワークショップを開かせていただきました、はい、SDGs って簡単にちょっとSDGs ご存知の方っていらっしゃいますか。あ、まあ、だいぶやっぱり浸透してますね。全く知らないっていう方、お、はい、いるいる、SDGs ってちょっと簡単にご説明させていただきますと、サステナブルデベロップメントゴールズっていう国連が、全世界に向けて地球を少しでも住みよい形に戻していこうっていう言い方が正しいと思うんですけど、まあ、そういう活動です。まあ、大きく環境と社会と経済っていうのを、まあ、先進国も途上国も含めて全て平等な形で良くしていくんだっていう取り組みのことです。まあ、本当にざっくり言いますとそういうことですね。で、それを、まあ、ローカル SDGs っていう言い方をするんですが、地域の中でも我々が活動できることを一つずつやっていって、住みよい街を子どもの世代だったり孫の世代に残していこうっていうふうな活動です。はい、はい、でそれがベースで、昨年の1月ですね、はい、もう1年以上前になりますけど、その SDGs を体験するカードゲームのようなイベントをですね、そうですね、できましたね、あの SDGs で地方創生っていうカードゲームを体験していただいて、実際私が、街でいろんなプロジェクトを起こして実行した結果、人口が減ったり増えたり、経済が良くなったり悪くなったり、環境が良くなったり悪くなったりっていうのを体験できるゲームですね。カードゲーム、はい、カードゲームで、まあ、それが約1年ちょっと前で、まだこうコロナがねそんなにこう、まあ、ちょっとこう兆しがあったぐらいの時だった、まだ国内に入ってなかったぐらいですよね、はい、で、はい、まあ、徳永さんとそれでまあ盛り上がったし、まあ、多くの市民の方に参加をしていただいたところだったんですが、
実はその後ねこうやってコロナになってしまって、で私もまあ飲食店とかもやってるところもあって非常にまあ厳しい時期がこう迎えたことになるんですけど、そこで実はその徳永さんその SDGs のイベントで、まあ大体同世代のまあ お父さん世代ですね、さっきあのアナンさんのレポートにもありましたけどお父さん世代の人たちがいて、でちょっとこう皆さんでちょっとね動こうとされた経緯をちょっとだけ。そうですね、3月まさにちょうど1年ぐらい前に、まあ、日本国内でもコロナがバッと広がってきて、で飲食店さんのこう営業自粛だとか、まあ、時短営業とかですね、うん、っていうのがあ、まあ、始まりつつある中で、国がやっぱりテイクアウトを推奨するっていうような動きになってきて、緊急事態宣言も視野に入ったというところで、まあ、中川の中でテイクアウトができるようなお店っていうのを、まあ、まとめたサイトがあるとちょっと便利なんじゃないっていうのを北尾さんに説明、相談をして、サイトをまあ立ち上げたというところが、まあ、一歩目のスタートですね、うん、でその2本目は2本目はちょっとあのおじさんたち3人ぐらい集まってちょっと興味本位でですねデリバリーやったら面白いんじゃねえみたいな話になって、うんうんうん、でちょっとノリのいい仲間がいるもんですからじゃあやってみようぜみたいな、でやったら意外となんだろうな難しかったんです、うんうんうん、あこういう課題もあるねとか運用していく上でですね、だ次の週もやってみようぜと、たらうまくいってまたやっぱり課題が出たり、まあ、楽しいこともあったり、まあ、楽しいっていうかちょっとこう山の方に南肌の方とか実はその大手のデリバリーが行かない地域に届けたところはマジで来てくれたっつって結構喜んでもらったんです。で、まあ、飲食店さんも、我々が運ぶと、まあ 売り上げが伸びるしそれで助かる、で普段運んでくれない地域に運ぶ と頼んでくれた方も助かるっていうと、なんかこうやめられないねこれっていう話になるやめられないけれどもでももう完全に最初ボランティアでされていたので、まあ、その収益もないですし ね全部手出しでガソリン代も含めて手出しだったので、はい、どうなっていったんでしょう。やっぱりこう続けるべき活動だねっていうふうに我々仲間の中でなりまして、続けるのであればそのまあ、何もないコミュニティでやるよりはちょっと法人化をして法人格を持ってやった方が、まあ、皆さんの信頼を得れるんじゃないかということで、おっさんたちで起業しちゃいましたということです。会社の名前は、合同会社フードっていう会社を立ち上げてます。で現在はどういう活動を中心に。今はですね、おなんか持ってきてますね、すいません、はい、こういうメこういうメニューを飲食店さんですとか、いろんなところに配ってます、はい、で、今このデリバリーを、まあ、細々と続けてはいるんですけど、まあ、これとに加えて、今後ですね、今後というか今ちょっとポツポツ相談を受けていることがあります。で我々こう料理を運ぶでやっぱりその困られている高齢者の方がいるんだっていうお話とかがあって、例えば移動販売だとか買い物代行とかっていう分野で、フードさんやってよという相談がですねちらほら受けるようになってますね、うんうん、はい、それと少し環境的な取り組みもやってますよね。環境的な取り組みですね、ちょっとさっきの増井さんとも被るところがあるんですけど、里山保全っていうところに今ちょっとずつこう取り組みを始めようとしてまして、主に竹ですね、竹林がやっぱりこう荒れてる荒廃した竹林っていうところが、かなり目立ちますよね。あと竹が及ぼす山に対する害っていう竹害っていうんですけど、皆さんご存知の方いらっしゃいますか。竹って結構山に強い山を作るために竹って大事なんだよねっていうこともよく私が子どもの頃の、まあ、じいちゃんばあちゃんから聞いてたんですけど、実はそれは少し認識が違っていて、竹は山をすぐ弱くする整備がされてない山ですね、竹林っていうのがあってやっぱ根が浅いので、その大雨が降ると表面が滑って土砂崩れの要因になるんですね。だからそういう土砂崩れを少しでも防ぎたいっていうところで、きれいに竹、まあ、竹林を整備していきたいっていう思いが一つあります、はい、で最近は竹の製品、そうですね、ストローとか、はいはい、竹炭とかも今作られていて、ちょっとずつ商品化が進んできてますよね。ちょうど昨日と今日とすぐそこのトヨタさんであのマルシェをやってたんですけど、そこで、初めて我々が焼いた竹炭と、手作りの竹ストローですね、まあ、ストローがプラスチックでちょっと問題になってますからね、はい、
それに変わる代替品としてプラゴミを減らしていこうという取り組みの一つ、竹ストローっていうのを、お目見えさせましたと。なるほど、はいはい、ということで、もともとはその SDGs っていうキーワードから、その、普及みたいなところが相談だったんですけど、なんかやっぱりそのコロナとかになったところで本当に地域のために何かできないかっていう、最初は本当ボランティア精神からスタートして、で我々もすごく助けられたんですけど、それをじゃあ逆に僕らも応援しようということで、今はちゃんとお金をお支払いしてこうサービスをしていただいている。でさらにそれを元手にやっぱりその環境をもっと良くしていくことを事業化していこうというふうに取り組まれていて、はい、でもう一つそのマルシェが今日実は実現したのも、徳永さんたちは飲食店の横のつながりを作ってくださったんですね。私もキャプテンというお店やってますけど、実際あそこでお店やってても同じ通りにある飲食店同士であんまりつながってなかったんです、もともとは。だけど徳永さんたちがそうやってデリバリーというシステムでつないでいただいたので、そういうコミュニティみたいなものができて、今徳永さんに相談するとパッと飲食店に連絡してくれて、このイベントに出店しませんかとかいう相談をやってくださるっていうことから、今実は今回トヨタさん、トヨタ福岡トヨタさんと合同会社フードさんとのコラボレーションみたいな形で、イベントが今日は昨日今日と実現したみたいなところがありますというところで、ちょっともう時間が来ちゃったんですけども、こんな徳永さんたちの活動にですね、いろいろ賛同する方、面白い興味持った方、応援したい方いらっしゃったら、じゃあ最後ドーンと札を上げてください。お、上げております、下がっております。じゃあネクステップさんお願いします。萩さんお願いします。最近ですね、ゴルフをご一緒させていてすいません、いろいろと SDGs についてはですね、一度ちゃんとした時間も設けていただいてお話の方は聞かせていただいております。えてして不動産業というのは周りから見るとですね、お金儲けだっていうところが第一優先なんじゃないかっていうふうに見られがちな産業というか業種でございます。私たち政子社長が起業してからですね、こうそう思われないようにしていこうというな、社長なりの言葉で私たち社員の方はですね、社員教育 させてもらって、仕事させていただいております。ただ今 SDGs という世界共通のですね、言語を持って、そういうのが浸透してきたっていうのもありましてですね、我々が持っているソースとかそういったものをそこにの SDGs に乗っけて、融合させて、発信できていければですね、より良いサービス提供というのができるようになっていると思います。私たちが直接は建物を持っているオーナーさん、それからそこに住んでいただいている入居者さんの生活っていうところにすごく密着しておりますので、少しの変化で、それによって幸せになる方がたくさんいるんだろうなというふうにはもう想像はできてますので、いろんなことで接点させていただいて、かかれを持って、行かせていただいてですね、そういったサービス向上っていうところは私たち、させていただきたいなというふうに思っております。ありがとうございます。じゃあ中之島公園さんも上がっております。はい、中之島公園です。それこそ今日そのマルシェにも、一緒に参加させてもらって、川蝉の里からお野菜を届けさせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、何かありますか？じゃあ高取さんぜひお願いします。あ、そういうことそしたら何て言ったらいいんやろう、私なりに徳永さんにお礼を言いたいというのはですね、この間先ほど山の中で草刈りしてます言いましたけど、実はですね、あれ8人か9人おったと思うんです。山の中にランチをちょっとデリバリーで頼んだんですよ、作業中に。そう、すごい。もう電話一本でね、たまたまあれがあったから、メニュー表があったから、みんな好き勝手にあれこれこれ言ってですねそれで山の中の目印のあるところまで持ってきていただいたんですよ。非常に便利です。なるほど。私はあのメニューを全部食いたいなと思っておりますありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに徳永さん、商工会さんとかにちょっとなんかこうお願いするというか、いろいろ尋ねてみたいことってありません？そうですね、ちょっと今からいろいろとこう取り組んでいく中で、やっぱりこう資金っていうのが必要になってきますので、その資金調達のところとか、ご相談に乗っていただければなっていうふうに思ってます。あと商業者さんのね、いろんなつながりもまだまだ広くありますので、あと先ほど言いましたけど、ちょっと買い物代行とか、移動販売とかいうところで、その体制面のご
ご相談とかっていうところもさせていただければなと、うん、いやいいですね、はい、でもあとネクステップさんなんかたまにあの社員の方がやっぱ頼んでくれたりしますんで、ね、うん、ですね、もっともっとあの市役所でも全然頼んでいただいていいんですよ、はい、市役所にもお届けしますんで、はい、あ、じゃあ川添さんいかがですか。あ、あの、まあ、過去にあの行政さんとあの話があったんですけど、まあ、やはりあの中川なんて言いますかね、高齢者の方であの、まあ、刀とか、まあ、南、要するに山手じゃなくても刀の中に入ったところとかで買い物をあの困っている方結構いらっしゃるんですよね。でそういうご相談を市とあの協議させていただいたことがありますので過去にですね。ですからそこはやっぱりあの、まあ、大事なところだろうと思って商工会は捉えております。ですからあの今お話聞いてあのちょっともう実際こうせないかんっていうような感じで私は考えてるんですが、なかなかシステムがですね、なんか都会そうに見えてちょっと中に一本入ると困っている方が いっぱいいらっしゃるという感じです。さっき の, あ の, その人口分布とかそういうのもう、ね、あの聞くと、まあ、おそらく高齢者の方が結構いらっしゃるのでですね、まあ、すいませんちょっとそういうことでよろしくお願いします。まあ、多分それを少しこう、ね、あのさっき の, あの例えば Uber Eats さんみたいなやっぱこう大きな会社で行くとどうしても効率的な、ね、経済効率で行くと遠くまで運ぶってすごくアウトになっちゃうんですけど、徳永さんたちやっぱりまずその社会問題的なものを解決したいというところからスタートするので、多分そこが先にあって、じゃあそれをどうやって続けていくかっていう観点から多分私もちょっと今後もうちょっと一緒に考えていきたいなと思いますけど、まあ、今この取り組みがずっとこう自走していくような形に、まあ、こう一緒になってこう育て上げていけたらいいなと思ってますので、まあ、ぜひ皆様もこう応援を引き続きしていただければと、もう多分いろんなことかね、どん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 進んでおられるので、私が想像しないことも多分どんどんやられるとは思いますけど、あの皆さんからも皆さんをたくさん応援いただければと思っております。じゃあ合同会社フード代表の徳永さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、ということでですね、ちょっとすみません時間がだいぶ押してしまいました。前半戦からですね、前半は特に、まあ、阿南さんのレポートにもありましたけど、まあ、中川市の特徴である、まあ、やっぱりこうまだ居住年数浅いような若い方でも、でもそういう方でもいろいろ面白いことを、ね、チャレンジしたいことっていうことを思っている方のプレゼンが続きましたし、後半は少し具体的に、まあ、事業だとか、まあ、さっきのレクリエーションの話もそうですけれども、まあ、結構こう、まあ、形に見えるような、ね、商品開発とかも含めた、まあ、そういったものの立ち上がりの話をが特徴的だったかなというふうに思います。で、まあ、この、まあ、地下地事業、まあ、1年半させていただいて、一応あの、まあ、手を挙げていろんな相談を受けた回数はもう50以上になってます。その中から具体的な、まあ、チャレンジに、展開していった方が今日お話にあったプラスアルファ、ちょっと紹介しきれなかった方もいますけれども、まあ、20数名いらっしゃいます。で、この事業自体はまた来年度以降も、まあ、市としてはいろいろとサポートして続けていくという形で、まあ、体制は今からちょっともう一度見直しがありますけれども、まあ、引き続き今日あの発表いただいた皆さんを皆さんが応援していただくということと、プラスやっぱりもっともっとチャレンジャーの方にですね増えていただきたいなと思ってます。今日はネットで配信もしてますし、後からアーカイブで見ることもできます。まあ、そういう実際声を聞いたり、表情を見ることで、なんか参加してみたいなっていう方がまた増えてくるんじゃないかなと思いますので、まあ、こういう町活事業をやってるよっていうことを、まあ、皆様からもですね、まあ、春日の方にもあのいずれ町活アップ春日も始めていいと思いますので、はい、あのどん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 広めていただいて、あの、まあ、注目をしていただけるような事業にみんなで育てていけたらなというふうに思っております。ということで、あのもうあの会は一旦ここまでにしておきます。でこの後ここを少し広くしてですね、あのさっき、まあ、休憩時間もそうでしたけど、まあ、今日初めて出会った方とかもいらっしゃるので、まあ、ちょっと飲み物とか食べ物までは今日は用意してませんけれども、簡単な、まあ、交流会意見交換会という方に、行きたいと思います。まあ、だいたい1時間ぐらい時間取ってますので、皆様の、まあ、出会いの場になればというふうに思っております。ということで、今日はこれにて終わりたいと思います。まちかつアップ中川の報告会、まあ、小さなチャレンジが、大きな可能性を生むというタイトルでお送りしました。まあ、画面の向こうで見ていただいた方もどうもありがとうございました。それと運営にかかっていただいたスタッフの皆さんどうもありがとうございました。で付箋紙も皆さんまた最後書かれていると思いますので、ここにも書いていただいてということでいいですかね。あと写真撮りませんか。写真を撮るリクエストがね、リクエストが来てます。じゃあカメラマンがいるんでここに、じゃあ僕、真ん中に
じゃあ配信終わります。ありがとう、画面の向こうの皆さんありがとうございました。じゃあできたらどこら辺まで入る、ここから撮ってこのまま入る。